今から農林水産委員会を開会いたします委員の移動についてご報告いたします昨日までに藤井健三君長嶺誠君佐々木さやか君及び上智子君が委員を辞任されその補欠として平野達夫君谷合正明君山添拓君及び小川克美君が選任されました 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。農業用ため池の管理および保全に関する法律案の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、内閣官房、内閣参事官、山口博之君ほか7名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご意議ございませんか。ご意議ないと認め、採用決定いたします。 農業用ため池の管理及び保全に関する法律案を議題といたします本案の趣旨説明はすでに聴取しておりますのでこれより質疑に入ります質疑のある方は順次ご発言願います<上>新藤兼彦君、えー、住民主党国民の声の新藤兼彦でございます、えー、本日はあの私の専門分野の一つでありますため池に関する法案に、えー、この。 質問ののの機会をいいいいたただきまましして理事皆皆様方委員の皆様方方委員にに心から感謝を申し上げたいとういうふうに思います、えー、本題に入る前にですね、昨日、20例目のトンコレラの発生が、岐阜県恵那市で確認されました。これはまさに有識事態でございます。本件につきましては、ちょうどもう4月9日ですよ、9日に本委員会で決議をして、その後も与野党問わず質疑を通じて、再三対策の強化を 徹底強化をですね申し入れてきた中での発生であります本当に言葉を失うという状況でございますただこれはですね気合で乗り切るとか関係者を厳しく怒る叱責するとかそういうことで就職するものではないんだろうというふうに思いますこういう時だからこそ沈着冷静にみんなで英知を出し合いながらですね時には冷徹にそして毅然として必要な対策をスピーディーかつ強力に 推進していくことが重要だというふうに考えております。そうした中で必ず議論になるのがワクチンの接種であります。このワクチンの接種の問題、吉川大臣にお尋ねしたいと思います。今回のトンコレラ発生の状況や、まあ、過去の家畜伝染法、伝染伝染病予防法改正の経緯等を踏まえましてですね、ワクチン接種に対する我が国の方針、これ明確にご答弁願いたいと思います。 吉川農林水産大臣ワクチン接種についてあの、ご指摘と申しましょうか、あのご質問をいただきましたけれども、もうすでに、えー、新藤委員ご承知のとおりだと思いますけれども、まあ、トンコレラに関するこの特定家畜伝染病防疫指針におきましては、まあ、売却を含む防疫措置の進捗状況、感染の広がり、 周辺農場数、山や河川といった地理的状況を考慮をして、発生農場における迅速な土砂および周辺農場の移動制限のみによっては、感染拡大の防止が困難と考えられる場合には、まん延防止のための緊急ワクチンの接種を決定すると、このいたしているところでございます。これまでの発生事例につきましては、 疫学調査チームの報告等によ,りよればです、ねえー、使用衛生管理基準の遵守がなされていたとは言えない部分もあると指摘をされているため、まずは、えー、使用衛生管理基準の遵守や早期発見等により、同病の発生予防およびまん延防止を図っていくことが重要であると考えております。ワクチンの接種につきましては 専門家の話も聞き、さまざ、あ、まな角度から検討を重ねているところでもございまするけれども、今のところ、この接種を直ちに行う状況にあるとはまだ考えていないところでございます。仮にですね、c o ンへのワクチンを使用した場合でありまするけれども、再感染への恐それから、 ワクチン接種を止めるのにですね、長期間を要すること、その間、生産者にはワクチン接種のためのかかり増しのコストが必要となることがございます。まあ、かつて、我が国でワクチン接種の中止宣言から完全に中止するまで10年以上かかったという経緯もございます。野外感染ブ豚と ワクチン接種豚との区別ができないことからですね、接種豚のトレーサビリティや移動制限等が必要になること、さらに風評被害が生ずる可能性もございます。そして、非正常国となりますれば、輸出により影響が出る可能性がございます。さらには、農家の使用衛生管理水準を向上しようとする意欲が削がれまして、 アフリカ、トンコレラ等の農場への侵入リスクが高まる可能性もあります。まあ、以上のようなデメリットも考えられますが、加えてです、ね、ワクチン接種を行う場合には、これらの影響を受ける可能性のある関係者間の合意形成が前提となります。そのたために様々なな今ことをを想定をいたしながらです、ねえー 考慮をしなければならないと思いますが、先ほど申し上げましたように、今のところはこういう状況にあるとは考えていないところでもございます。<上>新藤嘉納被告君、えー。ありがとうございます。えー、やはりあのワクチン接種さまざまなデメリットが想定されるということをいただいたわけでございますが、家畜伝染病予防法いわゆる家電法の大改正が行われたのは平成二十三年三月でございました。その当時はあの民主党政権下でございまして。 当時の田辺正代農林水産大臣政務官、これ、いろいろな答弁、この、されております。そして、あの、ワクチン接種に関しましては、当時、あの、上智子委員とですね、鹿野道彦農林水産大臣の間で質疑はなされているんです。これ、あの、上委はマーカーワクチンの開発の推進必要性について質問したわけでございますが、これに対して鹿野大臣は、ワクチン接種に関しまして、このように答弁しております。貿易指針におきましても、 殺処分と移動制限による方法のみでは、まん延防止が困難である判断さあの困難であると判断される場合に限って、接種家畜の殺処分を前提として実施することとしていると、答弁しているわけであります。やはりこの非常にこれは慎重な判断だということを当時、鹿野大臣も述べられているわけでございます。まあ、ご案内のとおり、我が国ではかつて、今、大臣からもご答弁ありましたが、 たトンコレラ発生、これワクチン接種で克服した経緯があるわけであります。まあ、こうした中で、関係者の本当にこれ、大変なコストと血の滲むような努力の結果、2006年であります、平成18年4月1日以降に、ワクチン接種を全面中止することができたわけでございます。そしてワクチンののの非接種国という前提の下で翌年年年平成19年に 国際従役防衛、あの事務、事務局ですね。いわゆる OIE と言われているところです。この OIE の規約に従いまして、日本はこれ、晴れて、トンコレラ正常国になった。これもう12年、本当にまだ最近なんですね。こういった経緯があるわけであります。また、あのや、やはりあの、ワクチン接種というのは、これ他の豚、豚のみならず、他の畜生にもこれ影響を及ぼすんじゃないかと。 まさに今回の岐阜県や愛知県のトンコレラ発生を抑える手段として、このワクチンを仮に使ったとすればですね、これ、我が国の畜産業全体の存亡に関わる重大事態になるんじゃないか、これ、やはり関係者でしっかりと認識しないといけないんじゃないかというふうに思います。また、現実問題として、今回のトンコレラ発生をどのようにして抑えるのか、これ、はあの甘い見方は禁物でございます。これ、甘い見方しちゃいけないんですが、実はこれ、今のところ、 岐阜県と愛知県。まあ一部大阪府、滋賀県、長野県ありましたが、そこはもう蔓延して、ま、あの、拡大してませんから。ある意味ではこの岐阜県と愛知県に封じ込めているっていう見方をする関係者もいるわけであります。であれば県や市町村との役割分担、これはあの法令等に基づいて、えー、これきっちりと整理しているわけですから、これは財前提として極めて重要であります。しかしながら徹底的な封じ込めにですね、 これ、吉川大臣、いつもあの言われておりますけど、できることは何でもやるんだと、これはやはり大切です。しかし、従来の法令等に基づく枠分担の中で,で、往々にして、このこう県任せ、市町村任せってなってしまいますと、これやっぱりトンコレラ、収束しないんじゃないか、もちろん県にも市町村にもしっかりやるべきことは徹底してやってもらわないといけないということは、これはもう前提なわけでございますが、しかしながら結果としてまだ就職してないということであります。 そこで2月5日に出された対策のさらなる徹底を図るか、あるいはこの対策を見直したのか、さらには各種対策費用、対策費の費用負担のあり方も含めてです、ね、国がもうさらに前面に立って、前に立って、トンコレラの就職を図るべきと考えるんですが、吉川大臣のご決意をお聞きしたいと思います吉川大臣。このトンコレラの発生予防対策につきましては、 あの先ほども申し上げましたけれども、まずはこの使用衛生管理基準の遵守が最も重要であると考えております。まあ、岐阜県内のすべてのです、ね、養豚場に対しまして、国が主導して現地指導を行うとともにです、ね、まあ、その後の現地調査で指導事項の一部について改善されていない農場があ,ありましたことから、まあ、再度です、ね、全農場を対象に、まあ、国主導による 現地指導も今、進めているところでもございます。えー、さらには、あのー、私ども、農林水産省消費安全局から、えー、岐阜県、愛知県に参りましてですね、えー、両県の幹部の皆さんとも協議をしながら、この使用衛生管理基準、さらには、えー、今後のですね対策等につきましても、 話し合いいいもも行っているところでもございます、まあ、さらに必要でありますれば、ですねまた幹部あるいは政務2役も派遣をさせていただいて、ですねさらにこれからの事前の策というものも進めていかなければという、そういう思いでもございます。さらにあの今、進藤委員からご指摘をいただきました、えー 各種対策の費用負担の在り方などについてお答えをさせていただきたいと思いますけれども、まずは、感染イノシシからのウイルス侵入リスクの低減も重要な課題でありましたので、防護柵の設置ですとか、捕獲活動の強化等を支援する対策を講じてまいりました。我が国初めての取り組みでもあります、野生イノシシに対する経口ワクチンの散布も,も、県の費用負担なくですね、 今、実施をこなしているところでもございます。えー、加えて、えー、トンコレラの発生農場等への支援も重要な課題であるとこの認識をいたしておりまして、えー、家電法に基づく手当金の支払いを開始をいたしましたほか、経営再開に向けてです、ねこの、家畜疾病経営維持資金等の定理融資ですとか、家電、 家畜防貿易5条基金も用意をさせていただきました。さら,にさらには、この対策につきまして、国が前面に立ってですね、委員会でご決議をいただきました内容や、ーこのまんン防止と、この経営再開にこの向けましてですね、自治体のご意見を踏まえながら、養豚農家の経営皆様に寄り添った対策も、 今後ともにですね検討をしながら検討した結果はも早期に実施をしてまいりたいと思っております新藤金彦君、えー、ありがとうございますやはりあの今回の豚コレラ収束に向けてさらにですね対,対策を徹底していくということとと,ともにやはり今一番不安な思いをされているのは養豚の農家の方々なんだろうと思いますまあそういった方々にしっかりと寄り添ってですねこの両方の側面からですね ぜひともお願い申し上げたい、今、大臣からはあの前向きな、非常に前向きなご答弁いただきましたので、ぜひあのまたあのその対策をです、ね、進めてもらいたいというふうに思っております。まあ、あの私、今回のトンコレラの件、いやこれはもう手を抜いている人は誰もいないんだろうと思います、本当にですねこれ、みんな一生懸命に対応していると、しかしながら収束しないんです。ですから、本当にこの苦しみはいかほどなのか。 このしかしながら、この岐阜県、愛知県はもとより、我が国の養豚源のために、こ,これはもちろん岐阜県、愛知県だけのことではなくて、もちろんそこは一時的には岐阜県、愛知県なんですが、やはりこの我が国の養豚業全体の、これ、問題になってくるということだろうと思いますし、ひいてはあの我が国の畜産業全体の話になってくる、まさにこの不退転の確保で,で、責任を持って早期にこの豚コレは収束させなければならない。 これ、アフリカトンコレラの問題もあるわけですので、水際対策も含めて、ですこれ、しっかりやっていかないといけない、まあ、今、ご答弁いただいたわけでございますが、えー、この引き続きあの、吉川大臣の強いリーダーシップによりましてです、ね、このトンコレラの早期にこの収束すること是ぜひともお願い申し上げたいというふうに思います。あとあ、本来のため池の方の質疑には移りたいと思います、まああの本。本法案につきましてはこれあの 自民党内、野村部会長の下で相当議論いたしました、そしてあの衆議院の質疑を見てみても、各会派から非常にあの丁寧な質問、いい質問が出て審議なされております、まあ、これは多様な視点からです、ね、本当に質疑がなされているわけでございまして、そうした意味においてもです、ね、私はこの本法案しっかりとした内容に仕上がっているんじゃないかなというふうに評価いたしているところでございます。まあ、今回の私の私質疑では そういった中での全国の土地改良関係者から寄せられた疑問点を中心に、えー、少しあの確認的な意味での質疑を行いたいというふうに思います。えー、まず、歴史的に我が国国民の生存基盤を支えてきたと言っても、私は過言でないと思います。この農業ため池。これを対象にした、これは本法初の法律なわけであります。この農業用ため池管理保全法案の制定に向けてのですね、 吉川大臣の決意をお聞かせ願いたいと思います吉川大臣。新藤委員ご指摘のとおりです、ね、この農業用ため池は、この農業生産上、不可欠な水を供給する施設といたしまして、我が国農業の発展に歴史,あの歴史的にです、ね、大きな役割を果たしてきております。しかしながら、江戸時代以前に築造されたり、 また、築造年代がですね不明の古い施設が多いことも事実でございまして、昨年の7月豪雨におきましては、西日本を中心に32カ所のため池が決壊をいたしました。近年、豪雨や大規模な地震によりまして、被災するケースが多発をしているところでもございます。一方で、築造から相当な期間が経過をしまして、 権利関係が不明確となっている事例ですとか管理組織が弱体化している事例などは日常の維持管理が適正に行われなくなることが危惧される状況にもありますこのため施設の所有者管理者や行政機関の役割分担を明らかにして今一刻も早く農業用ため池の適正な管理及び保全が行われる仕組みを整備するべく本法案を提出をした,したところでございます、はい 新藤君、えー、ありがとうございましたやはりあの昨年も悲しい、あの決壊によってです、ねあの、悲しいあの1人の,あこの命が奪われたという、本当に悲惨なことがあったわけでございます。やはりこの今後、農業ため家の決壊,でよ決壊による災害によってです、ね、これ、やっぱり1人も犠牲者出しちゃいけない、そういう中で,です、ね、この法案、しっかりと運用していかないといけないというふうに思います。それではあの本法案について、細部の確認をさせていただきます。 まずは農業用ため池の届け出制度についてお尋ねしたいというふうに思います。農業ため池は歴史的、地域的にさまざまな経緯がある中で、これ、長年にわたり、関係者の緻密な努力によって管理が行われているわけであります。こうした中にありまして、今、大臣もご答弁ありましたが、所有者不明のため池、これ、一定程度あるわけでございまして、このため池の回収等を行う際には、関係する方々が非常に大きな苦労してきたわけであります。 でこうした実態を踏まえればです、ね、まずはこのため池の所有者や管理者を特定することが重要であるというふうに考えるわけであります。まあ、一方で、農業用ため池の届け出を行うという行為は、これ,これまでにない新たな義務を課すということになるわけでございまして、まあ、率直なところ、管理者等におかれましてはです、ね、届け出の積極的なインセンティブが働きにくいんじゃないかという懸念もあると思います。 このような懸念を踏まえてです、ね、届出制度の必要性をどのように考えているか、お聞かせいいいたただきたいと思います室本農村振興局長。えっと、まずあの、届出届出のインセンティブがなかなか働きにくいんではないかというご質問でございますが、た、ま、め、あ、池の防災減災をです、ねえー、的確に講じていくためには、やはり行政機関におきまして、ため池に関する情報を。 えー、正確に把握することが、まあ、まずもって重要ではないかと考えております。で、えーまあ、この法律案におきましては、あ農業ため池の所在地、えー、所有者、管理者あ、証言構造、まあ、こういった情報に関しまして、所有者等から、えー、都道府県に届け出る仕組みをお導入することとしておりますが、まあ、これはあの行政の一方的な必要性から行うものではなく、えー、例えばあの現在でも、 え施設管理者、あるいはその所有者に対しましては、民法上の工作物責任を負っておりまして、届出をしなくても、何か災害があって、被害があれば、損害賠償責任を負う場合があるということ、それからまあ届出を行うことによりまして、ため息の所在が明らかになるということで、都道府県をはじめ関係機関のさまざまな支援を受けることが可能となること。 そういったことから、あの届出制度は、えー、農業用ための所有者、管理者にとっても、まあ、意義のある仕組みであると考えておりまして、まあ、しっかりそのあたりの趣旨をですね、えー、周知を図りながら進めてまいりたいと考えております,す新藤金彦君、えー、やはりあの、そういったインセンティブは働かがないというところでありますけれども、まあ、メリットもあるんだということを、そこをしっかりと周知していただくことが重要ではないかというふうに思います。まあ、次にあの本法案では 農業ため息の届け出をすべきものを実質的にですね、6ヶ月間でこれ、特定することとしているわけであります。まあ、6ヶ月という期限にはですね、やはり早急に法法案の実効性を確保しなければならないという強い意志が伝わってくるわけでございますが実、実務面を考慮しますとですね、関係者への十分な周知をはじめ、まあ、都道府県、市町村の集中的な取り組みが重要になるというふうに考えるわけであります。まあ、そこで国としてですね、 こうした状況をどのように受け止めてですね具体的にどのような支援を行っていくのかお聞かせ願いたいと思います高取副大臣新道員にお答えをいたします委員がおっしゃる集中的な取り組みが重要というご指摘はその通りであると考えております都道府県における昨年11月から新たな選定基準による防災重点ため池の 再選定作業を開始しておりまして、今年5月末を目途に選定を終える予定で進められており、農業用ため池に関する情報は整備されつつございます。一方で、届け出対象となる農業用ため池の数が現在、ため池データベースに整備された約9万6000箇所から大幅に増加することになり、これらの農業用ため池につきまして、 6ヶ月の経過期間中に届出を促していくことが必要であることから、えー、制度開始当初における都道府県や市町村の事務負担には十分配慮していく必要があると考えております。でこのため、所有者等が届出すべき事項につきましては、これら既に整備したため池データベースの記載と整合を図りつつ、 項目を絞り込むことで簡素化いたしまして、都道府県における事務負担の軽減を図ることを考えております。また、届出にかかる行政事務に要する経費につきましては、総務省と調整をいたしまして、普通交付税の中で適切に措置されることとなっており、これにより、地方公共団体の負担軽減が図られるものと考えております。さらに、届出が円滑に行われるよう、 ため池の所有者等に対しまして、本法案の趣旨や届出内容を分かりやすく説明するパンフレット、また行政の担当者に対しましては、事務処理の内容を分かりやすくまとめたマニュアルを作成いたしまして、また全都道府県において、説明会を開催することとしており、こうした取り組みを通じて、本法案が成立次第速やかに法案にかかる手続きの周知を図ってまいりたいと考えております。 新藤金彦君、えー、ありがとうございます本当に今、具体的なご答弁いただきまして、感謝申し上げたいと思います。ぜひともあの今、副大臣おっしゃいましたような、答弁なさいましたような対応、ぜひとも丁寧にやっていただきたいというふうに思います。えー、次にあの、この法案の中の第9条にいう防災工事でございますが、この防災工事には土地改良事業を除くというふうにあるわけであります。ということは、この本法案に、 対応した新たな事業制度が必要なんだろうというふうに考えるわけであります。まあ、ため池防災工事という側面では、これ、土地改良法に基づく事業もあるわけでございますから、この土地改良法に基づく事業と同様の工事がこれ、なされると、この根拠法が2つあるんだけれども、工事はほぼ同じじゃないかというふうに思われるわけでございます。まあ、この場合、双方の工事に関して技術基準な技、技術基準なり、助成水準、区分して制度化するのかどうか、お聞きしたいと思います。室本局長 まずあの、この法律に関連して新たなあの事業を創設することというのは一切考えておりませんあの、従来から豪雨対策、耐震対策、老朽化対策という防災工事を行ってまいりましたが、公共事業である農村地域防災・減災事業、それから非公共事業である農業水路等長寿命化防災・減災事業と、この2本の事業で対応していくということになろうかと思っております。 そしてあの、まあ、第9条の届け出が必要な防災工事から、土地改良事業を除くとしておりますが、これはあの土地改良法とこの法律のです、ね、二重の手続きを避けるというふうな意味合いから、そのような規定を設けております。でえーまあ、技術基準につきましても、農水省において、えー土地改良事業、土地改良事業設計指針、ため池整備というその設計指針がございまして、 えーまあ、あの土地改良事業と同じように、この設計指針を参考として設計を行うこととしておりまして、まあ、基本的に、えー、技術基準、それから事業、この2点について、えー、土地改良事業と同じ扱いになるというふうに考え,考えてございます新藤金彦君、えー、ありがとうございます。これあの、新たな制度を創設しないということになりますと、既存の制度の中で根拠法が違うものをこの選んでいかないといけないということになるんだろうというふうに思います。 まあそうなりますとですね、どちらのこの法に基づいてこの事業を実施すればいいのか、現場、非常に悩むケースがあると思いますが、まあ例えばその、この本法案に基づき実施する防災工事っていうのを、この所有者不明等の要因によって、土地改良事業でため池、防災工事実施するのが困難なため池、これはこの今の土地改良の中では非常に難しいと。ただ、今回の法案でやりますとですね、いろいろなこの規定がありますから、特例が、特例っていうのは最低だとかいろいろありますから、 まあそっちでやったほうがいいんだと、まさにこの所有者不明等の要因によって、土地改良事業でためき工事の工事を実施するのは困難なためきについて、この本法案での基づく事業を実施するこ、こういったような理解でよろしいのかどうか、これかの進藤議員のおっしゃるとおりでございまして、まあ、これまでどおり、地元で合意形成ができてです、ね、それでえまあ老朽化対策などでえ申請行為ができると。 えいうものはあの、従来どおり土地改良事業でやっていただくということになろうかと思います。一方で、あの所,在所有者が不明であるとか、えー、なかなかあの地元合意が、それを要因として地元合意が取れないとい、えー、った場合にはあの、こちらの法案でですね、粛、えー、々と、えー、知事が広告し、えー、探索した上で広告し、名乗り出なければあ知事の代執行ということで、キャプです手続きがですね、 これまでできなかったその手続きはスムーズにいくというふうに考えてございます。でまああの先ほど申し上げた通りいずれの場合でも今現存ある補助事業これを活用していただくことになるかと思います。新藤かなひこ君、ありがとうございました。これあのやはり実務を担う現場の担当者にですねあの迷いだとか混乱が生じないように、まあ、あのわかりやすく指導周知することが大切だと思いますのでよろしくお願い申し上げたいというふうに思います。 次にあの所有者不明のため池についてお尋ねしたいと思います、まああの。私も先ほど申し上げましたように、各地で相当苦労しているのが所有者不明のため池の管理や整備であります。まあ、こうした中で、本法案におきましてです、ね、都道府県知事の裁定によるため池の管理の仕組みを整えていただいたこと、これはです、ね、本当に画期的なことなんだろうというふうに思うわけであります。そういった中で,です、ね、第13条、裁定の申請というあの条文があるんですが、 この中で、政令で定める方法による検索ということ、書かれているんです、これ、具体的にはどのようなものを想定されているのか、お聞かせ願いたいいたと思います村本局長。えとまだあの検討中の段階でございますが、えーまあ、あらあらお答えいたしますと、まあ、農業経営基盤強化促進法とか、森林経営管理法、えー、と、まあまあ、いわゆるすでに制度化されているあの制度と同様にですね、 合理的な範囲で探索すすることを考えております、えー、具体的に申し上げれば、ため池の敷地,敷地について、えー、まずは登記簿を確認するということでございます、でその後まため池の占有者、地上権者などから聞き取りを行い、所有者と思われる者の住所地の市町村に紹介し、でま、住民票等、これを確認すると。 で所有者が死亡していることが分かった場合には、本籍地の市町村に紹介し、戸籍簿等からの相続人の特定といったものを、まあ、規定する方向で現在、検討中でございますん藤う彦君えありがとうございます、えー。ちょっと時間の関係もありますので、少しあの飛ばしまして、農業ため息のデータベースについてお尋ねしたいというふうに思います。まあ、本法案では、都道府県知事がため息のデータベースを整備して公表することとしておりますけれども、 このデータベースはこれ随時、随時更新するということが必要になってくるわけであります。まあ、継続的に相当な事務量もこれ、伴うんじゃないかと想定されるわけでございますが、このデータベースの整備等に関して、どのような仕組みを考えているのか,お聞かせ、お聞かせ願いたいいたと思います室本局長えっと。この都道府県で整備いたしますデータベースについては、その届出情報をそ的確に登録更新できるということ。 でこれら情報を活用したそのため池対策に資する情報分析が行えると、まあ、そういったあの機能を持ち合わせる必要があるだろうと考えております、でまあ、国立研究開発法人農研機構がです、ね、ため池防災支援システムというのを内閣府の SIP であの開発していただきましたので、この持,ち持っているそのデータベース機能をです、ね、全国で統一的に活用できるよう、現在、準備を進めてございます。 でこのシステムを活用しまして、えー、届出情報の登録、更新を行うことによって、まあ、都道府県の事務量としてはあかなり軽減されるといった側面と、まあ、都道府県市町村の国がです、ね、最新の情報を日常的に共有して、えー適時えー、適宜情報を取得、確認することが可能になるというふうに考えてございます進藤金彦君、えー、ありがとうございます。やはりあのこういったデーータベースととの関連とですね それが今あの農研機構のお話がございましたけれども、ため池防災支援システム、どう連携していくのか、極めて重要なんだと思います。そういった中で、やはり各地からあの出てくるのが、緑情報というのがあるわけでございますが、そことしっかり連携してほしいんだというようなことも来るわけでございますので、ぜひまたその辺もご検討いただきたいと思います。各方面から提案いただいている内容につきましては、また別途ですね。あの 事務的に御提案させていただいてしっかりとこの法案成立後にですね、有効にこの動くように私も努力してまいりたいと思いますのでえぜひともよろしくお願い申し上げたいと思いますえこれで私の質疑を終わらせていただきますどうもありがとうございました 藤田幸久君委員長、えー、私はあの新藤先生と違って、ため池の指導とでございますが、まず法案から質問させていただきたいと思います。あの本法案で市町村は所有者不明の特定農業者、農業用のため池について、施設管理権を取得することができると、で特定農業用ため池に関し、必要な防災工事等の実施が期待されているとありますけれども、つまり、 市町村は実施したいとして、農業用ため池に関わる情報を生活に、あるいは迅速に把握することが求められているということですが、ではその情報把握を促進する対策をどういうふうに考えているのか、えー、農水大臣にお伺いいいしたいと思います吉川農林水産大臣。藤田委員ご指摘のとおり、市町村は現場に密着した行政機関といたしまして、 所有者不明で管理者も不在となった農業用ため池の施設管理権を取得し、適正な管理を行うことを都道府県と協力して、防災工事等を実施することなど、本法案においても重要な役割を果たすことが期待をされているところでございます。このため、市町村においては、正確かつ迅速な情報把握が求められますが、 都道府県が行うデータベースの整備において、市町村は届け出内容を確認するための都道府県が行う立ち入り調査に関する協力、見届けため池を確認した場合の都道府県への通知を行う役割を法律上位置づけられておりまして、市町村と都道府県の間で十分に情報共有が図られることが何よりも重要であると考えております。 このことから、国といたしましては、国立研究開発法人、農業・食品産業技術総合研究機構で開発したため池防災支援システムをフルに活用をいたしまして、データベースを運用することによりまして、市町村および都道府県が最新の情報を日常的に共有できますように、ため池情報の一元、 的管理に向けた支援も行ってまいりたいと思っております藤田幸久君委員長あの茨城県では平成27年9月の関東東北豪雨により絹川の堤防が決壊したわけでございまして周辺に大きな被害が発生いたしましたでこのため茨城県では総合治水計画を策定するために平成29年度予算に 総合治水計画策定事業を計上いたしました。でこの事業では、ため池島を活用したためる対策として、流域にため池が多い、水戸市の西田川をモデル河川として、シミュレーションを行ったわけです。そこで農業用ため池の有する洪水防止機能について、どう認識されておられるのか、また農業用ため池の洪水防止機能を発揮するためには、 どのような政府としてでの支援ができるのかお伺いしたいと思います吉川大臣、えー、この農業用ため池は農業用水の確保だけではございませんで洪水調節や生物の生息域の形成など多面的な機能を有していると認識をいたしております農業を利用するため池につきましては ため池の安全性を確保するための地震、豪雨、老朽化対策等を含む、さまざまな支援策も講じているところでございますが、委員ご指摘の農業用のため池を、洪水防止単独の目的で活用する方法といたしましては、農業用の用途を廃止し、治水目的に転用して利用することが該当すると考えられます。 この場合において、ため池の補強等を行う場合には、治水施設の基準に適合させる必要があることから、治水部局の補助事業等により、再整備を進めていただく必要がございます。事例にいたしましても、農林水産省といたしましては、農業用ため池を他の目的に転用する場合には、地元や関係行政機関の調整が円滑に行われますように、 関係省庁とも連携をしながら取り組んでまいりたいと存じます藤田幸久君次に、韓国による日本産の水産物等の輸入規制について質問いたします。東京電力の福島第一原発の事故に伴って、韓国は福島県をはじめ、私の地元、茨城県を含む8県からのすべての水産物について、全面的に輸入を禁止するなどの輸入規制を行っています。 で第一審のパネルでは、こうした韓国による規制を不当との判断を下したわけですが、先日、これを取り消す判断が上級委員会によって行われたわけです。これは大変なことでありますで。日本の主張が根幹が認められなかったということは、実質的に日本の敗訴と言わざるを得ないんじゃないですか。これはあの事実を素直に認め、なぜこういう事態に至ったのか、原因を分析し、検証し、 今後の対応に生かしてもらわなければいけないと思っておりますが、政府としての今後の対応について、お伺いしたいと思います吉川大臣。WTO 上級委員会の報告書において、韓国の輸入規制措置が WTO 協定に違反するとしたパネルの判断について、その分析が不十分であるとして、取り消えされたことは事実でございまして。 我が国の主張が認められなかったことは、復興に向けて努力をされてきました被災地の皆様のことを思いますと、誠に遺憾でございます。一方、上級委員会におきましても、日本産食品は科学的に安全であり、韓国が定める安全性の数値基準を十分にクリアできるものであるとの第一審の事実認定は維持されているところでございます。 で我が国にい,いたしましては、えー、韓国に対して、えー、規制措置全体の撤廃を求める立場に変わりはなく、パネルによる食品安全に関わる事実認定が維持されていることを踏まえまして、韓国との二国間協議を通じまして、措置の撤廃を今後も求めていいく所存でございます藤田幸久君。まあそういうふうに説明しているわけですけれども、実際、韓国側は、 規制措置は恒久的に続くというふうに言っているわけでして、まあ、事実上、お墨付きが与えられたような状況にあるんですって、問題は、被災地ばかりではなくて、国内外で日本の農林水産物、食品に対する風評被害が拡大しているわけです。で海外において風評被害が拡大しますと、韓国だけではなくて、23の国、地域で輸入規制が残っているわけです。 この撤廃緩和にも支障が出るわけでございますが、こうしたその風評被害、これに対して、要するにどっちが正しい、間違っているという以上に、どうやって風評被害を止めていくか、この打開策について、お伺いをしたいと思います吉川大臣。韓国の輸入規制措置につきましては、状況委員会はです、ね、第一審の判断を、 その分析が不十分であるとして取り消しましたが、韓国の処置が WTO 協定に整合的であると認めたわけではなくです、ね、また、この日本産の食品が科学的に安全であり、韓国が定める安全性の数値基準を十分にクリアできるとした第一審の事実認定を維持したと承知をいたしておりますので、 この日本産の農林水産物、食品に対する風評被害が拡大をがしないようにです、ねえー、規制の残る23の国、地域に対し、こうした事実関係と我が国が行っている安全管理の処置により、基準値を超える食品が流通することはないことを改めて、えー、伝えたいと思いますし今、輸入規制の撤廃緩和をさらにです、ね、働きかけてもまいりたいと存じます。 藤田幸久君つまり伝えたいとかです、ね、働きかけたいじゃ済まない話なんで、それをどうするかということを聞いてるわけですから、で事実関係云々じゃなくて、実際広がってるわけですからね、これを伝えたい、あるいは申し入れたい以上の対策をしていただきたい、これはおそらく今、答えできないかもしれませんけれども、強く要望しておきたいと思います。そこであの資料をお配りしておりますが、農林中金のこれ、大変な問題について質問したいと思っております。 本委員会で、これ、重要な問題ですから、農林中金の理事長を出席を求めたところ、この農林中金側から、国会で答弁できるレベルの人が出席できないという理由で出席されていないんです、これは委員長、やはり非常に重要なことですから、ぜひこの出席をしていただくように、おお取り計らいをお願いいい願したいと思いますご国理事会で協議いたします。 そこで農林中金ですけれども、農協あるいは漁協などが、農民や漁民から預かった現在66兆円ともいわれる資金を預かって、その運用益をこの JA とか JF に還元するという役割であります。しかし、マイナス金利の下で、農林中金の経常利益は、2014年度の5145億円をピークに減少が続いて、2017年度は1710億円と減ってきております。 で2018年度は、えー、第三四半期で前年同期で5割まで落ちております。これがあの資料の一番目でございます。右側のグラフをご覧いただきたいと思いますが、この5145億円が1710億円、2017年度。で、昨年は、これは、えー、と第三四半期で前年度比5割に落ち込んでいるという、この数字でございます。それから 2018年9月末の時点における市場運用資産が63兆円でございますけれども、これはえっと次のページご覧いただきたい、2ページ目です。2ページの棒グラフの一番右側が63兆円です。63兆円の内訳がその次の丸でございますけれども、実は海外での運用が76%です、すみません、白黒な薄い部分76、76%が海外。 で一番右がですね、内訳ですが、米ドルがですね、54%占めているんです。それから、いわゆる企業向けのローン担保証券の保有率が3兆円も増加しています。ローン担保証券というのは、3枚目の、えー、図に示してございます。で、こういう状況になっているわけですが、以下質問したいと思いますが、まず最初に。 吉川大臣は、これ、通告してませんが、当たり前のことでお聞きするんですが、吉川農水大臣は農林中金の主務大臣でしょうか大沢経営局長大臣に聞いてるのに、なんで大臣は答弁できないの吉川大臣、金融庁とも関連をいたしますが、そのとおりでございます。 藤田幸久君、はい、そこで、新大臣であります吉川大臣にお聞きしますけれども、農林中金の減益が続いている要因と、このいわゆるローン担保証券を含む対外投資の運用状況についてお答えをいただきたいと思います吉川大臣、えー。決算の概要説明資料によりますと、農林中金の 経常利益は平成27年度3249億円、平成28年度2140億円、平成29年度は1710億円と、減益傾向が続いておりますで。これは農林中金からの聞き取りによりますと、近年、米国の継続的な利上げに伴う 外貨調達コストの高止まり等によるものであるということでございまして、また、あディスクロー市ではです、ね、農林中金の総資産104.9兆円、18年3月末でありますけれども、のうち、その4分の1に当たる26.1兆円が CLO を含む外国債務となっているということであります。 藤田幸久君その CLO のお話が出ましたんで、一つ飛ばして、次の質問ですけれども、質問通告しておりますが、実は2008年のリーマンショックの際には、多くの欧米の銀行が今おっしゃった CLO の購入を縮小したんです。ところが、農林中金は、この CLO 市場にとどまって投資を続け、影響力を拡大しているんです。で現在、農林中金の投資先は、CLO の中でも、 トリプル A という格付けの高いもので、これはまあ今のところはよろしいわけですが、ただ、これはですね、市場をめぐる状況がひとたび変われば損失が出かねない、この3枚目の,市場あの資料をご覧いただければ、3枚目の資料、大臣、一番右のですねところに、リスクリターンってありますが、抵抗、要するに景気が悪化すれば、不良債権が、不良債権化する。だから リターンも高いけれども、リスクも高い、したがって市場を巡る状況がひとたび変われば損失がしかねないと、そこであのお伺いしたいんですが、こういう運用方法についてはです、ね、経営陣が全く自由に決定できるのか、例えばポートフォリオなどの規定はないのか、そのことについて質問を通告しておりますが、お答えをいただきたいと思います大沢経営局長。お答えいたします。 国際分散投資を行うといった基本的な運用方針を含む経営計画につきましては、主要な権益の代表者が構成員となっております経営管理委員会で決定されるとこととなっておりまして、経営陣が構成員の理事会のみで決定されるという形にはなっていないというふうに承知しております。 また具体的なポート金融商品ごとのポートフォリオにつきましてはです、ね、年2回、ポートフォリオ運営方針というのを理事会で決定いたしまして、まあ、それに基づく運用状況につきまして、この経営陣、まあ、理事会からです、ね、経営委員会に報告が行われているというふうに承知しております藤田幸久君。そうしますと、ポートフォリオの変更というのは今までできてきているんですか例えば年金運用機器がポートフォリオを変えて、 あの変えましたけれども、そういうふうに変えてきてるんですか、ポートフォリオを大沢局長これはですね、そのまあ、年2回ずつです、ね、そのポートフォリオ運営方針というのを決定しておりますので、その都度ですね、変更してきているというふうに理解してございます藤田幸久君。そのここ、まあ、5年ぐらいでもいいですけれども、ポートフォリオ、年2回にどういうふうに変わってきたかという指導を出していただきたいんですが、よろしいですか。 大沢局長それにつきましてはです、ね、これ、農林中金というです、ね、民間金融機関の個別の経営判断でございますので、えーまあ、今、ちょっと速答しかねます藤田幸久君。えとではあの、ただ公開が可能かどうか、検討して、できれば提出をしていただきたいと思います。それから運用方法について、J や JF に対して事前説明や事後報告を行っているのか。 でそうすると例えば、ポートフォリオ変更についても、JA、J や JF について説明、事前説明しているのか、あるいは事後報告、変更したことによって、これだけ損失が出ている、事後報告をやっているのか、についいいてお答えたただきたい大沢局長。 これ先ほどの答弁の中にもあの触れさせていただきましたが、農林中金の運用状況につきましては、主要な検疫の代表者等がメンバーとなっております経営管理委員会におきまして、経営陣、理事会の方から報告が行われているというふうに承知をしたいしております。また、JA や JF 等の会員の代表者で構成されます総代に対しましては、運用状況や収益見通し等を踏まえた 中期経営計画や、単年度経営計画の策定にあたりまして、前段階で、事前段階にで説明を行いまして、意見聴取を行っているというふうに承知してお,いております藤田幸久君。ということは、農林中期がかり民間機関としても、J や JF についての説明資料については、農水省としてアクセスが出て、あるいはそれについて出していただくことは可能ですね大沢局長。あの まあ、JA、JF につきましてもです、ね、これはあのあの民間、法律には基づいておりますけれども、共同組合としての法律にも基づいておりますけれども、運営自体については、これは民間企業でございますので、これにつきましても即答はしかねます藤田幸久君。2008年、リーマンショック後も先ほど申しましたけれども、欧米の銀行が c エドから撤退した、縮小した後も、 その農林中金はとどまって拡大をしていった理由は何でしょうか大沢局長これにつきましてです、ね、農林中金から聞き取ったところですね、えーあまあ、そのリーマン・ショック時におきましても、トリプル A 閣の CLO につきましては、時価の変動はありましたけれども、デフォルトした,トした実績はございませんで、まあ、ストレスに対する高い耐久性が確認されているということをまず聞いております。 で特にリーマンショック以降に、ですね農林中金が保有している CLO につきましては、その CLO を蘇生するマネージャーの源泉でありますとか、定期訪問でありますとか、クオリティ分析、あるいはストレス耐性分析、月次、月次、毎月のですねモニタリング等を通じまして、高度なリス,クリスク管理が行えるものに限定しているということで、他の投資商品と比べても、リスク面で遜色のない状況にあると。 いうことが理由では、ないいいかとううふうに聞いております藤田幸久君ではそういう理由を述べた上で、なんで昨年、CLO への投資を急増させたんでしょうか大沢局長これも農林中金からの聞き取りでございますけれども、えー、農林中金のポートフォリオの基本コンセプトとしてです、ね、国際分散投資ということがございます。えー、これは、えーまあ、債券株式 これらから得られる収益とリスクを考慮しながら、農林中金のリスク管理体制の下で,です、ね、投資判断やリスク管理を実施する中で、結果的に CLO への投資が増加したものというふうに承知しております藤田幸久君えと。仮に損失が出た場合、JA や JF に対して農林中金はどういう責任を取るんでしょうか。大沢局長 これにつきましてはです、ね、この農林中継の運用条件につきましては、まず主要な県域のメンバーの代表者がメンバーとなっております経営管理委員会におきまして、理事会から報告が行われていると、で次にまた JA や JF などのです、ね、会員の代表者で構成される総代に対しましては、運用環境や 収支見通し等を踏まえた中期経営計画、単年度経営計画の策定に当たりまして、事前に説明を行い、意見聴取を行っていると承知しております。このようにです、ね、農林中金の運用方針につきましては、系統内での一定の理解が得られるものと認識しておりますけれども、仮に損失が出ている場合には、まず農林中金において、系統内への責任説明責任が果たされるべきものだというふうに認識しております。ななお最終的な理事の選任会は 専任権人は経営管理委員会にあるものと承知しております藤田幸久君えと。農林中金が損失を出すと、JA とか JF の系統組織全体、とりわけ多くの農家にとって被害は甚大であるわけですが、最近の資産運用状況について、改善などを求める必要がないのか、これを農水大臣に伺いたいと思います吉川大臣。 農林中金は農協系統の持つ資金を運用し還元することによりまして、JA バンクや JF バンクの利益の相当部分を担っております。で仮に損失が発生をすればですね、JA バンク等や農村地域に甚大な影響を与える恐れがあると認識をいたしております。このため、農林水産省といたしましては、農林中金に対し、 金融庁と連携をしながら、監督部局と検査部局が一体となって、有価証券運用状況の把握のための聞き取りや、保有する有価証券等のリスクに見合った管理体制の整備を求めているところでもございます藤田幸久君えと。管理体制の整備等を認めているわけですけれども、 もしその適正な運用を、運営を確保するためには、改善命令等を出すことができるということがありますが、今の段階で改善命令は必要ないと考えているのか、どういう段階になったら改善命令が必要なのか、お答えいただきたいと思います大沢局長。大臣からご答弁いただいたとおり、現在の段階としては、これは金融庁と連携もしながら、運用状況の把握も でありますとか、保有する有価証券等のリスクに見合った管理体制の整備ということが大事であろうと思います。まあ、先生のご趣旨は、この CLO が本日のテーマですので、CLO に関してということだと思いますけれども、我々としては、まず一般的に CLO としては、その格付けが低い企業向け貸し出しを裏付け資産とした証券化商品と言われておりまして、裏付け資産の悪化を通じて CLO を保有する金融機関に、 損失を与える潜在的なリスクは指摘されていることは事実でございますけれども、他方、農林中金の保有数 CL につきましても、先ほどお話ししたとおりです、ね、格付けが最上位クラスのものに限定しているおりますし、裏付け資産の分析やストレス耐性分析の厳格に実施されているというふうに。 と、まあえー、いう状況であるというふうに認識しておりますので、まずはわれわれとしてはです、ね、この運用状況を注視して、えー、管理体制の整備をしっかりと求めていくと、今、そういう段階ではないかというふうに考えております藤田幸久君あの。金融庁は3月ですか、これ、CL、o、全体に関する調査をしたと聞いておりますけれども、その調査の状況について、お聞かせいただきたいと思います<上>金融庁総合政策局、屋敷参事官。 お答えいたします。一般に CLO は、先ほど大沢局長からもご説明がございましたけれども、格付けが低い企業向け貸し出しを裏付け資産とした証券化商品であるために、景気後退局面において、裏付け資産の悪化を通じて、CLO を保有する金融機関に損失を与える潜在的なリスクについて指摘されているところでございます。 議員ご指摘の実態調査に関する報道を含めまして、金融モニタリングの詳細については、お答えを差し控えさせていただきますが、金融庁といたしましては、金融機関の低金利環境下における過度な収益追求行動に伴うリスクを注視し、必要に応じてリスク管理体制の整備を促しているところでございます藤田幸久君。その 米国企業向けのローンの債券の3分の1が日本の銀行が保有しているというふうに言われておりますし、その日本のメガバンク等の CLO の購入が、残高が10兆円というふうに言われておりますけれども、この CLO に関しては、イギリスのイングランド銀行のカーニー総裁が、世界金融危機の原因となったアメリカのサブプライムローンと CLO との類似性を 上げててらしておられますそれからイエレン前アメリカの FRB 議長も懸念を表明しているとで、こういう状況について金融庁は、これはどういうふうに認識していますか、こういう方々のまあ見解に関して。屋敷三次官議員ご指摘のカーニーイングランド銀行総裁や、イエレン前 FRB 長。 FRB 議長の懸念も、裏付け資産の悪化を経由した金融システムへのリスクについて言及されているものと承知しております。議員御指摘のサブプライムローンの証券化商品でございますけれども、サブプライム商品の下落につきましては、米国の住宅価格の下落をきっかけに、 裏付けとなる住宅ローンにおいて、利払いの延滞等が生じた結果、サブプライム証券化商品においてもデフォルトが生じ、金融危機の短所になったと承知しております。他方、CLO も同じ証券化商品ではありますが、リスクの所在、例えば再証券化があるかないか。 裏付け資産の性質、住宅ローンのみか、あるいは多様な企業向けのローンなのか、デフォルト率の違いなど、サブプライム証券化商品と比較して、CLO のリスクの性質は異なるものと承知しております。いずれにいたしましても、金融庁といたしましては、CLO の拡大がシステミックリスクに発展し、 金融システムの安定性が損な,われないえ損なわれないよう、内外の経済市場動向を注視し、必要に応じて適切な対応を行ってまいりたいと考えております藤田幸久ん君。と言いながら、去年、金融庁は12月にこの、まあ、あの規制を強化したんで、ぐっと CL を下げましたよね、<laughs> 大丈夫だって言っていながら、12月に下げさせた理由は何ですか屋敷参事官。 えーえー、先生御、えー、指摘のとお通り昨年私ども金融庁では、えー、証券化商品の元となる資産の蘇生者にその一定割合の保有を促す効果を持つリスクリテンション規制を導入するという対応を行ったところでございます、えー、私ども金融庁といたしましては CLO 投資の拡大がシステミックリスクに発展し金融システムの安定が 損なわれないよう、手々の規制を強化しているところでございまして、引き続き内外の経済、市場動向を注視し、必要に応じて適切な対応を行ってまいりたいと考えております藤田幸久君。そのシステミックリスクまでは至らないにしても、それから先ほど来お話出ておりますように、AAA だから今、大丈夫だとおっしゃってますけれども、これでも状況が変われば、損失になるわけですね。 その点どうお考えですか屋敷参事官御、はい、指摘の通り裏付け資産となっております担保の貸付の状況によりましては 損失が生じる可能性というのもあり得るというふうに承知しております。いずれにいたしましても、そういった c l をはじめとする証券化商品をはじめ、さまざまなリスク衛生商品がシステミックリスクにつながることがないように、金融庁といたしましては、適切にモニタリングをしてまいりたいと考えております藤田幸久君。損失が出て、システミックリスクに至らないという部分は、これ、金融庁で対応できるんですか。 屋敷三次官私ども、金融庁の所管、金融機関に対しましては、システミックが、システミックリスクが発生しないように、日頃から適切にモニタリングをするとともに、必要,が必要に応じてリスク管理体制の整備、高度化を促しているところでございます藤田幸久君。つまり、AAA っていうのは格付けですけれども、 一方で金融庁がこの3月にですか、えー、留意事項の中で、格付けを鵜呑みにせず、客観的な資料に基づいて、原資産の質やもともとの債権者の債権回収能力を個別に検証するよう金融機関に求めたということですね。ということは、トリプル a だから大丈夫だって話じゃないということですね。屋敷三 委員ご指摘のとおり、私ども金融庁といたしましては、格付けをうのみ,みにすることはなく、金融機関独自にしっかりとリスクの所在を把握しろと。 いうふうに、私どもでは金融機関に対して求めているところでございます。先ほど、大沢局長からのご答弁もございましたけれども、農林中央銀行をはじめ、金融機関におきましては、格付けに依存することなく、独自にリスクの所在等の把握に努めているものと承知しております藤田幸久君、まあ、あの農林の金というのは、な手の機関投資家と。 いう大変技術、あるいはノウハウがあると言われているわけだが、ここに至ってしまった、だとしたら現況は、まあ、農林中金の問題もさることながら、マイナス金利だろうと思ってですね、要は利回りを用意しているわけですね、水は低い方に、金利は高い方に。に、このやっぱりマイナス金利の問題だろうと思うんですけれども、結局、この海外に融資の先を求めざるを得ないと、マイナス金利の結果ですけれども、 このマイナス金利政策そのものがあなたは日銀じゃないから自由に言えると思うんですけれども、これが間違っているんじゃ、あるいはそのマイナス金利の弊害がやっぱりこういう影響になっているということは、少なくとも言えるんじゃないですか。屋敷さん時間 お答えいたします。日本銀行による金融政策は、政府と一体となり、デフレ脱却と持続的な経済成長の実現に向けた取り組みの中で行われているものであり、その具体的な手法については、日本銀行に委ねられるべきと考えております。その上で申し上げますと、近年、我が国金融機関が外貨建て資産運用を拡大する背景には、金融政策のみならず、国内における顧客の資金需要の低下や、 国内外の金融市場の動向など様々など要因があ庁と,といたしましては、予期せぬ経済、市場環境の変化に対しても、金融機関が健全性を維持できるよう、外貨建て資産運用をはじめ、適切なリスク管理体制の構築を促してまいりたいと考えております藤田幸久君。で、一方でですね、この日銀がこういうマイナス金利政策の結果、 アメリカに莫大な巨額のジャパンマネーが供給されておりまして、今、アメリカだけではなくて、日本の金融機関がそのアメリカ、ヨーロッパの、まあ、財政赤字の責任をしているとで、もし日本がこの金融緩和政策、マイナス金利政策をやめたらば、アメリカにお金が行かなくなってしまうわけですから、 第二の世界金融危機が発生することが懸念されるこれはの昨年なんかも、えー、欧米の新聞、これはファイナンシャル・タイムズの去年の8月ですけれども、日本が、あの金融機関が海外向けドル建て融資を止めてしまうと、これ、金融市場安定性にとって予期せない、予期せぬ脅威となってしまうと。 ですから、マイナス金利で今、日本の銀行困ってるわけですここれ止めたらば、欧米が困っちゃうということになってるわけですが、ということは日本は限界が来るまで金融緩和政策を続けざるを得ないと、非常に今、困っている状況にあると思うんですが、金融庁は日本の金融機関を守る、そして金融機関に間接金融の国ですから、日本の中小企業とも守る立場にあると思っておりますけれども、そういう立場から今の状況、どうお考えなのか、お答えいいいたただきたいと思います屋敷参事官。 お答えいたします銀行をめぐる厳しい経営環境の背景の一つとして、低金利環境の継続があると考えられますが、銀行の収益は金融政策のみならず、借り手企業の資金需要、金融市場の動向や国内外の経済動向、人口減少といった環境変化など、さまざまな要因の影響を受けるものと考えられます。 現時点において、日本の銀行は充実した資本基盤を備えており、我が国金融システムは安定しておりますが、委員ご指摘のとおり、低金利環境の継続などを背景に、金融機関をめぐる経営環境は厳しさを増しております。金融機関においては、こうした厳しい経営環境の下でも、持続的なビジネスモデルを自ら構築し、金融仲介機能を発揮していくことが重要と考えております。 金融庁といたしましては、引き続き将来にわたって金融システムの安定性が確保され、金融仲介機能が十分発揮されるよう、内外の経済、市場動向を注視し、金融機関が厳しい経営環境の下でも、持続可能なビジネスモデルを自ら構築できるよう促してまいりたいと考えております藤田幸久君。つまり、マイナス金利じゃなくて、地方銀行等が、 自分たちのまあ経営が芳しくないので、自分たちで勝手にしようと,うい,うということですか、金融庁としては。屋敷さん時間もう時間が来ておりますので、簡潔に答弁願います、はい、金融庁といたしましては、地域金融機関をはじめ、えー、厳しい経営環境の下でも、持続的なビジネスモデルを自ら構築することが重要だと考えております。それに金融庁とといいたしまししまてもモニタリングをしっかりと行いつつ 持続可能なビジネスモデルを構築できるよう促してまいりたいというふうに考えているところでございます先ほど農水省の答弁が聞き取りばかりでございましたのでぜひ聞,聞き取りではなく農林中期の理事長の出席を改めて求めまして質問を終わらせていただきます つきあわされて異常な、新藤議員と違って、何の専門分野もない、森友子でございます。えまず、農業た用ため池の管理および保全に関する法律案について、お聞きをいたします。 昨年の西日本豪雨の災害の後と、岩屋茂樹前農林水産委員長のリーダーシップによりまして、あの衆参合わせて被災地へ委員会として視察に行ったのは、まあ、いろんなこともあって、当農林水産委員会がまあ初めて。 とということになりましたそしてそのときに広島県、特にため池の状況、確認をいたしまして、また道中、自由活発な意見交換がなされ、このような本当に必要な法律だと思います、提出に至ったというふうに思いますので、この法案が提出されたことについては、評価をさせていただきたいというふうに思います。でこの法案について、区上でちょっと確認をさせていただきたいんですけれども、 えー、まずですね、あの要するに、私たちが視察に行ったところもそうだったんですけれども、まあ、住宅、えー、裏山に溜め池がありますと、えー、林とかで隠れて見えません、その下に住宅地がある、えー、その新しく住んでいる住人は、その裏山に、えー、ちょっと雨が降ると決壊するかもしれないため池があるとは想像もつかないというような状況があって、まあ、だからこそこうやって溜め池、そしてあるいは溜め池、 特定ため池ということで、えー、ここで定義をして、さまざまな対策を打つとういうことになったわけです。で、あのおその住民にその危険性を知らせるということは、まあ、非常に重要であると思うんですけれども、この法律の中ではです、ね、その住民に知らせることについては、まあ、努力義務にとどまっているんですけれども、これ、もう少し、えー、強い表現とか。 はでできなかかったんでしょうか室本農村振興局長あとあの委員おっしゃってるのは、ハザードマップ、あるいはその危険がある場合の退避の,の,の体制整備のこと、えー、だと理解しておりますが、あのこれはです、ね、あの一般的にまあ努力義務規定であってもですね、 あってもも、まあ、これまでもそのハザードマップを作って、住民参加で、えー、退避体制を組んでいただいて、でえーまあ、全国でも約7000カ所のです、ね、ハザードマップを作っていただいて、まあ、そういう取り組みをやっていただいているということで、今回、法律にあの位置づけることによってです、ね、その辺の周知をしっかりやっていけば、えー、努力義務規定でも十分あの対応できるというふうに考えてございます。一方であの 例えばあの土砂警戒区域とかです、ねえーっと、地滑り区域、こういったものっていうのは、その周辺でそういうその災害が起きる可能性が十分ありますので、こういった法律においては極めて厳しいあの措置が取られておりますが、あのこのため池に関してはです、ね、ため池の構造物に雨とか地震とかその影響があって、それが決壊するような場合に、そのまま未然に防止するという。 そのための法律でございますので、あのーまあ、ハザードマップも努力義務規制で十分、あのー、周知徹底していけば対応は可能だと、このように考えてございます、はい、森ゆうか君。まあ、今の第十二条なんですけれども、<laughs> 住民に周知させるよう努めるものとするという規定になっているわけです。あのまあ、ただ、えーっとこ,れまあ、このあ後聞きますけれども、えー、その防災のための工事を、えー、しなければならなくなる。えー まあしてももらうわけけですけれどもあのやはりその、えー、今、ゲリラ豪雨とかねあの、なんて言ったらいいんでしょうか、ものすごい、えー、今までに、今までは50年に一度の雨に対応するように治水施設なんかも設計されたんですけど、それでは到底足りないような。 あの大変なあの豪雨、そしてその災害が起きているわけですから、もう少しこの12条も、努力義務規定が入ったことはあのいいんですけれども、もう少しまずはやっぱり人命救助っていうか、防災ということが重要でありますので、この点はもう少し強めでもよかったのかなというふうにえ考えるところであります。それでえまあ特定、えー 農業用ため池等、指定されますと、まあ、工事を行わなければならなくなるわけですけれども、まあ、先に費用の支援について、これ、第20条及、および第20条ですね、都道府県、市町村、都道府県の市町村に対する、あるいは所有者に対する費用の一部の補助、そしてそれに対して、または、 国が都道府県に対して、予算の範囲内において、都道府県が全校の規定により補助する費用の一部、または都道府県が自ら施工する防災工事に要する費用の一部を補助することができるというふうに、第20条で規定されているわけですけれども、ため池の改修、その防災のための改修費用と、現場を見たあの感想ですけれども、かなりかかるんじゃないかなと、場合によってというふうに思いますので、この費用の補助というのはどの程度、 のことを考えられているのか、お答えいただきたいと思います。室本局長。えっと、まず、あの、ためけの、ため、防災工事はですね。主に、あの。いわゆる豪雨対策と、耐震対策と。いうのがございます。で、これは。あの、農業者が農業用水を使うということと。それから、まあ、あの、周辺の住民に、その、危険、危険を与えると。 いう公共性の観点からです、ね、今でもその私どもの補助事業で、農家負担ゼロでできるように措置がされております、で一方で、老朽化対策ですね、これはあの老朽化したものを回収して、新しくしていくということですから、これは農業者側もです、ね、農業用水を継続的に使っていくということで、農業者にもそのベネフィットが下りると。 いうことでございましてこういう場合には農業者負担を頂い,いているということでございまして、ただ、のあの、えー、排斥場とかです、ね、養殖場とか農業水利施設と比べれば、えー、農家負担分,分というのは極めてあの抑えられているという状況でございます。で農家さんにとってはです、ねえー、そう大した大きな負担にならないよう、今でも配慮しておりますし、これからもあのそういうことで対応していきたいというふうに考えてございます。森ゆう君 まあ、こう場合によってはあの、えー、全額補助ということも考えているということでよろしいですか、確認です森本局長あの。先ほど申し上げたとおり、豪雨対策、もしくは地震対策の場合には、農家負担は基本的にゼロで、えー、できますで、まあ、仮に廃止を行う場合も、ですね、えー、これはあの全面撤去とか、あるいは埋め立てをして、ですねかなりの金額がかかる場合は、これは別でございますけれども。 V 字カットしてで、水をためないようにするといった工事の場合は、えー、定額補助でできることになっております、で現に今回、広島県では、ですねこの定額補助をガンガン使いながら、ですねあの廃止に誘導していきたいと、こういうし上げ言っておりまして、あの引き続きそういう対応で、ですね私ども全面的に支援していきたいと考えてございます。はい以上 森君同じく費用なんですけれども、これ、大執行、11条関係ですけれども、まあ、大執行がございますで、この11条を見ておりますと、大執行する場合には、あらかじめ費用負担があるということも相手に告知をすると、でその執行に関しては、大執行法を順用するというふうになっているわけですけれども、この大執行の場合の費用負担というのはどのようになるんでしょうか。 室本局長これはあの本来、所有者があの特定できないという場合に、県知事の大執行ができるという規定を設けておりますが、その所有者にかかわらず、ですね例えばそのため系を使っている水のユーザーがいている場合、水利組合がある場合、こういったところは現にその農業用水の水を使って、 工作をして利益を得ているということになりますので、えー、仮にまあ都道府県知事が大執行をしたとしても、えー、そのユーザーから水を徴収できるということになります、ただ、あのー、これ、例えば、えー、多額のですね、えー、金がかかるその防災工事をやった場合、 えー、とてもんじゃないけど、その農家さんが負担できないということも十分あり得ますので、そのあたりはあの事前に県、市町村、それから水のユーザーさんで,です、ねあの、しっかり情報共有した上で、それでも、まあ、なかなかあの所有者が各地で,できなくて、知事がやるしかないといった場合にはやっていくということで、費用負担はその,後のあの手続きになっていくるのではないかとこう思っております。無理のないいいい形でやるととうこういうここございます森子、はいはい ありがとうございます。まあ、とにかくえっ、ー、とかなり、えー、まあ先ほどもご指摘ありましたけれども、これは6ヶ月以内に法が施行されたから6ヶ月以内にこれを、えー、届け出をしたりとか、まあ、もちろんあの早急にやらなきゃいけないと思います。また、えー、豪雨災害が起こる時期がもうすぐまた。 迫っておりますので、昨年のような災害を防ぐためにも、この法律に基づいた早急な対策が必要であるというふうに思っております、であのちょっと細かく通告してなくて、まあ、築上でということでお願いしてあったんですけれども、まあ、データベース、今、9万ぐらいあって、そしてさらに増加をして、さらには今回、特定農業用ため池。 えー、ということで、まあ、指定をしていくわけですけどどい大体数としてはどれぐらいというふうに予想してらっしゃるのか、村本局長えと。現状のデータベースが9万6千箇所でございますで、全国20万箇所あると言われておりまして、今、防災重点ためきの選定作業、5月末を目途にやっておりますが、えー、まあ、アバウトに言いますと、ですね5万箇所を超えるのではないかと、えー、防災重点ためきですね。 防災準点ため池は5万箇所を超えるのではないかと思っております、でただし、特定のため池はそこから国なり地交代が財産権を持っているものを除きますから、これがまたあの全体の中で、えーえっと、確か10%か、そのぐらいあったと思いますので、まあ、除いてどのぐらいになるかというところだと思います。今の現状では、新しい基準では5万箇所を超えるという,う見通しを持っております。森ゆう ありがとうございました、えー、その防災対策に向けたしっかりとした予算、うん、措置も、えー、併せてお願いをさせていただきたいというふうに思います。えー、それではあの、えー、次の質問に移りたいと思います。まあ、先ほど来、えー、ご指摘もありますけれども、トンコレラについて、まあ、先般もご質問をさせていただきました。えー、質問 このためにちょっとレクのためにお呼びをした、その次の日にまた新たな二0例目が出るということで、もう大変な状況になっていると、私も改めて申し上げたいと思います。皆様に資料、お配りをさせていただいております。1ページ目でございますけれども、これはあの平成22年の宮崎県で発生した、とんあごめんなさい、高帝駅に、 どの,どのような対応をして、どれぐらいかかったのかという、えー、資料でございまして、これは農林水産市長から作っていただいた資料でございます、1ページ目、そして2ページ目、これも分かりやすいグラフで、発生等数と殺処分等数ということで、えー、皆さん、この1ページ目ご覧いただきますと、あのまあ、4ヶ月で収束しているわけでございますけれども、えー 5月には政府公邸疫対策本部及び現地対策本部が設置され、さまざまな対応がされて、6月4日には特措法および政省令の交付、施行というのがされております。その特措法で、公邸疫の予防的殺処分、 いやさまざまな対策を、えー、講じるために特措法が制定されたというふうに思っておりますけれども、えー、この辺について、当時の対応をご説明いただけますか荒井消費安全局長。 お答え申し上げます。あの、議場に配布していただいた資料にもございますように、2010年、平成22年の4月20日に,に宮崎県で約10年ぶりに発生いたしました公定期につきましては、えー、感染力、伝播力が非常に強いウイルスであったこと、それから 畜産未就地帯の発生であったことということでございまして、1か月を経過した5月19日までの疑似間地区は13万頭を超えていたということでございます。同日に最高でございます、15の複数農場で発生をしたというような状況でございました。これらによりまして、埋却地の確保が遅れたということで、処分が間に合わないという状況もございましたので、それ以上のまん延防止をする観点から、5月19日に政府の対策本部を を開きまして間地区疑似間地区以外の家畜についての殺処分を前提とした肯定期のワクチン接種の実施を決めたというふうに承知をしておりますで、このような対応を可能とするため5月28日に議員立法によりまして肯定期対策特別措置法が制定され6月4日に公布施行え、その後ワクチン接種間地区のいわゆる予防的殺処分が可能となりましてえ、9万頭のえ、牛と豚等がその対象となったということでございます、はい、森ゆ子君 はいあの、まあ、当時は、まあ、この間も申し上げましたけれども、民主党政権、えー、言われなき批判を受け、対応が遅いとか、あ全然なってないとかと言われましたけれども、ご覧のとおり、えー、きちんとですね、これ、議員立法ですけど、特措法、民主党が中心となって、当時、野党であった自民党の皆さん、えー、他の政党の皆さんからもご協力いただいて、特措法で、 予防的殺処分等々、あるいはあの地域の再生、産業の再生というようなさまざまな項目を入れて、特措法で緊急対策を講じたと、そしてそれに基づいて翌年、家電法が改正をされて、今、そういうさらにきちっとした対応がされているというふうに思っております。で資料3ページ目ご覧ください これは今回のトンコレラ発生後の経緯でございますあの、えー。同様に農林水産省からも資料を提出していただいたんですけれども、ちょっとこういう感じで、その、定、え、期、ー、のときの資料と比較ができないものですからあの、提出していただいた資料をもとに、えー、このような資料にさせていただきました、すでに9ヶ月というふうに、この間ご答弁いただいたわけですけれども、 あのまあ、ずいぶんね、ずっと発生して収束がないままに来ていると、まあ、大変な事態であるというふうに思いますあの。改めてこれ見ていただければというふうに思いますけれども。あのえー 何度か皆さん方からいろんなワクチンの接種やらいろんなことは質問されていますけれども、あのなかなか次のステップ対応にいかないということでございます。それでワクチン接種について先ほども質問ありましたけれども、あの今。 隣にいらっしゃる我が会派の精神会長である徳永絵理先生のところに、養豚業界や専門家から、やはりワクチンを接種すべきと強い要請があります、でなぜ接種しないかについてはもう繰り返しいりません、先ほど、新藤さんに対して説明をされましたけれども、えっと、それではあの、貿易指針、4ページ目につけておりますけれども、えー 貿易指針第13、ワクチン法第31条というところに、感染の拡大が困難と考えられる場合というふうに、その場合になったら、まずワクチンを接種するということなんですけれども、この感染の拡大が困難と考えられる場合とは、具体的にどのような場合でしょうか、まあ、その前段に書いてあるんですけど、これだとちょっとよく分からないので。えー どのような場合でしょうか。新井局長、お答え申し上げます。今ご指摘ありました通り、家畜伝染病方針で。 におきましては、発生農場における屠殺や周辺農場の移動制限のみによっては、感染拡大の防止が困難と考えられるということでございます。現時点におきましては、岐阜県、愛知県を中心と、関連農場におきますと、岐阜県、愛知県での発生ということでございますし、現時点で早期に通報いただきますと、移動制限をかけ、あるいはしっかりと防疫措置を取っているということで、現時点での対応は、この範囲の中で行われているのではないかというふうに考えております<上>森裕子君。 まあそれどう、本当にそうなんでしょうか。それで、ちょっと,と質問飛ばしちゃったんですが、先ほどの皇帝駅のとき、えー、結局、皇帝駅で死亡した地畜と、及び防疫措置で、まあ、予防的殺処分ということで、えーまあ、殺処分した等数の合計、 は何棟だったんでしょうか、併せて今回のトンコレラの発生で死亡した貫畜、えー、および防疫措置で殺処分した頭数の5累計といいますか、えー、現時点で、昨日ね、発生してまた9000頭ですか、8000頭ですか、処分が追加されたわけですけれども、現時点で今、何棟に達してるんでしょうか新井局長。 お答え申し上げます宮崎県で発生いたしました更定期につきましては、4月20日からの約2か月間で、えー、合計29万7808棟でございます、えー、その内訳は、管、え、区、ー、議事管区として殺処分いたしましたのは21万714棟。 予防的殺処分いたしましたのが、8万7094頭でございます。今般のトンコレラにつきましては、17日に発生いたしました20例目を含めまして、9月以降、現時点におきまして、約8万5700頭が殺処分されております森裕子君。あのまあ、そういう意味で、結構限界に来てるんじゃないかなと、殺処分している。 等数も,もうその数からして、でまたさらにあの発生も、えー、予想されるわけですから、これ、大変な状況ではないかなというふうに思うんですね、それで、あのえーまあ、どのような状況になったらワクチンを接種するのか、あらかじめ接種のタイミングとか、対象、範囲などについて、決めておかないとですね、もう,もう9か月たってるわけですから。 これから慌てて検討したんでは間に合わないんじゃないかと思うんですけれども、あらかじめ <laughs>、どのような状況になったらワクチンを打つのか、それで併せてなんですけれども、まあ、結局、家電法17条の2の予防的殺処分、これは、公定液なんですね、だからトンコレラの場合は、あの貿易新聞書いてありますけれども、予防的殺処分、認められてないんですよ。えー これからさらに深刻な状況になったときに、ワクチンの接種、どうするのか、そして、これ、法改正しないとあの予防的刷新分できないと思いますけれども、これを考えているのか、いないのか、それからえワクチンの備蓄量は現在どうなっているのか、併せて答えてください新井局長。 まず、えー、緊急ワクチンを接種する場合をあらかじめ考えておくべきではないかというご意見でございます。えー、私どもといたしましては、この貿易指針があの、まあ、考える枠組みということでございまして、これにつきましては、専門家等の意見を聞きながら、さまざまな角度から検討を重ねているところでございます。それから予防的殺処分につきましては、ご指摘のとおり、まあ、法律の根拠がいるということでございます。これは、官畜でない個人が所有している 豚をです、ね、殺処分するということでございますので、まあ、財産権の侵害になるということで、憲法との関係におきまして、まあ、ギリギリのものということで、法定義については認められたということでございます。まあ、これにつきましても、現状においては、このようなあの措置を取ることについては、極めて慎重であるべきだというふうに考えているところでございます。それからワクチンの備蓄状についてお尋ねがありましたので、お答えをさせていただきます。トンコレラワクチンにつきましては 100万頭分の備蓄を現在しているところでございます。はい、森裕子君、あの専門家からもね、もう、えー、ワクチンを打つようなタイミングに来ていると、えー、なぜそこまで抵抗するのかと、えー、もうアフリカトンコレラあもう入ってい。えー いたりしてです、ね、ワクチンが効かないというような話になったりすることを恐れているのではないかという声さえも聞こえてくるわけでして、あのもう少し、えー、なんていうんでしょうかね、あらかじめ、まあ、今、答えられないとしても、きちんとあの、もう9ヶ月も経っているわけですから、そういうことについて具体的にシミュレーションをしておくべきではないかというふうに思います。で先般あの、えー 専門家の疫学チームの拡大検討会について、議事録を出していただくようにお願いしましたところ、今、あの準備を黒塗りとか進めていただいているようですので、個人情報は、個人情報は黒塗りと、それから、えー、いろいろね。あの 業者さんに迷惑がかからないようにということで、えー、準備をしていただいていると思いますけどその確認と、それからあの3月28日の拡大、えー、疫学検討会の開催後、記者会見が行われまして、その記者会見の詳しい情報をいただいたんですけれども、そこではこの間、私が指摘しました、あの 要するに立ち入り検査によって拡大したということが、えー、否定できないというようなことについて、やはりあの記者さんたちも深刻に考え、追及をしていらっしゃる部分、それからあの田原市ですね、田原市の発生についてはあの、えー、イノシシの影響というのが考えられないというような状況でありまして、えー、とこの間もあの局長は、いや、今、イノシシ、 からの感染の防止っていうのに力を入れているというふうにおっしゃったんですが、田原市の場合は、その3月28日の検討会だと、まだあの情報が集まっていないので、その辺のところは断定できないということなんですけれども、この検討会、疫学チームの検討会のえ最新の状況、分析の状況え等々、 今言えるところがありましたら、お願いいたします。新井局長。はい、えっ、ー、と、疫学チームにおきましては。 ウイルスの侵入経路につきまして、あらゆる可能性を検討しているところでございます。これまで6回開催をしておりまして、12例目までの発生、農場につきましては、現地調査を踏まえ、判明した事実をもとに、豚コリアの感染経路や今後の対策の検討ということで、今後に向けてのいろいろあの指導助言の材料にも使っているということでございます。13例目以降につきましては、現地調査を逐次実施しておりますけれども、今のところ、まだあのいろんなデータが集まっておりませんので、疫学チームの開催まで至ってないと。 いいうことでございます委員からご指摘いたしました議事録、それから12レベルのいろんな詳細の情報等につきましては、検討させていただいて、お答えをさせていただきたいと思っております森友子君。いや、準備して、私に提出してくださるのを準備してくださってるんじゃないですか、あのえー、と別に個人情報が知りたいわけではなくあの、議事録そのものをいただかないとですね、あの私たちがまだ分かっていない、いろんなあの問題点とか、 あそういうことがその会議の中で指摘されているかもしれませんし、私たちが思っている以上に、大変な危機、かなり切迫している状況というのが指摘されているかもしれないし、そういうことをやっぱり確認しなければいけないんですよ、確認するべきだと思うんですね。で、いや、もう収束されてるんならいいんですよ、収束してるんなら。 ここまで収束していない。毎日毎日新たな症例が出てくる。こんなんでいいんですか全然なってないじゃないですか、対応が。予防的殺処分の、大臣に伺います。予防的殺処分、これ法改正必要ですから。そして、あのアフリカトンコレラの場合も、これ予防的殺処分の対象になってませんので。 アフリカトンコレラはワクチン効かないんですよね、予防的殺処分というか、まあ、大々的なことをやらないと、えー、急速な蔓延というのを食い止められない、感染力も強い、致死率も高い、だからそういうことをもう着手してなきゃいけないと思うんですよだから、大臣、どうですか、もう、もう、踏み込んでください。 予防的殺処分につきましては、あの森委員もご承知のとおり、これはあの法的な処置が必要だと思います。はい、あのそれでですね、今、えー、岐阜県ならびに愛知県とも、私どもの職員も派遣をして、えー、岐阜県、愛知県の農政部、あるいは幹部の皆さんとも、事前の策についていろいろな協議も今させていただいております。 今まで、特に岐阜県におきましては、国主導において、使用衛生管理基準の徹底ということもやってまいりました、改善策も出させていただきました、改善もしていただいたところもございまするけれども、まだ未改善の部分もあるところもございます、まあ、疫学調査チームにおいて、この徹底的なです、ね、感染経路、まあ、イノシシからの感染というのは、もうはっきりしているわけでありまするけれども、 愛知県におきましては、ご指摘いただきましたような、その感染経路につきましても、この調査チームによってしっかりと今、対応をさせていただいておりますので、この検討会、検討調査チームの検討の結果につきましては、またご報告もしっかりとさせていただきたいと存じております。今後ですね、この事前の策において、 例えばです、ね、この豚に対する岐阜県において、早期出荷ができるのかどうなのかということ、さらにそれと合わせてです、ね、この予防的殺処分、どのような状況が考えられるか、そして最終的にワクチンということも考えられます。でそういっったたここととも視野に入れれながららかかしりとまた えー、さらにです、ね、対応策を強化をしていかなければならないと、私自身はそう思っておりますい君あのそう思ってるじゃなくて、指示を出すす立場なんですよそれで、イノシシが原因だと特定されてるという答弁は違うんじゃないんですか、そこは。だって、あのえー、田原氏は、イノシシが周りに。 あの陽性にの出たイノシシがいない、だからこのイノシシ感染源っていうのは、特定されてませんし、他にもいろんなあの感染の原因があの提示されてるわけですよ、専門家から。完全にイノシシ、まあ、イノシシが多いんでしょう、しかし、それで特定されたわけじゃないんですよ、そこ、認識違いますよ、大臣吉川大臣。認識が違うと言われればあの、訂正をさせていただきますが。 あの最初のですね岐阜県の事例におきましては、野生イノシシによる感染というのが極めて濃厚であるということであります。で、田原市等につきましてはですね、往来する自動車等々ので感染をした経緯があると、とも考えられておりますので、まだあの特定はされておりませんけれども、これを早めにですね特定をしていかなければならないと思っております森友子君。 はいということで、別にイノシシだと特定されたわけじゃないんですから、そうじゃないところからも発生してるから、これはどうなんだと、えー、情報が集まってないから、その検討結果もまだ示してもらってないわけですからね、だからそういう意味で、どうなのかなと、ちょっと自民党の皆さんも、あの与党として政府を、ね、を特例するように、ぜひお願いしますよ。 もう一回言いますけど、民主党のときはちゃんとこうやって様々、さまざまな対策をして、4か月で公定期、あれだけの問題、収束させてんですから、遅いですよ、ということを言っておきたいと思います。はい、だから資料は、あの黒塗りな、必要なら黒塗りをしていただいて、早めに提出をしていただきたいというふうに思います。えー、それでは日米 FTA 交渉について伺います。えー まあこの間の質問の続きから入ろうと思ったんですけれども、き今日も各市で報道をされておりますが、日本時間で昨日といったらいいんでしょうか、本格的な日米交渉ということで、もう早速ですね、農水産物についてはもう合意をしたと、ほぼ合意をしたというような報道もされておりますけれども、そんな。 ギリギリぎりぎりの交渉をやって、できるだけ抑えていくということをやらなきゃいけないのにえ、もう合意しちゃったんですか、内閣府副大臣、来ていただいていると思いますが。田中内閣副大臣。はいえー、あの今、ご質問でありますが、えー、まあ合意をしたということではなくてですね、今、これからやっと交渉が始まるということであります。まあ、あの茂木大臣とこののライイトハイザーの間で これはの昨年9月のですね日米の共同声明に沿って進めるということが、まずは再度確認をしたということであります森友子君。あのまあ、この間の、えー、っと米国バーデュー務オ官の発言に対する抗議について、ちょっと曖昧だったので、もう一回確認させていただきたいんですけれども、さいつ、誰が、どのように抗議をしたんですか。 塚田外務大臣官官房審議官お答えいたしますこれまでもです、ね、日米間の農林水産品の状況につきましては、首脳間も含めて重ねて、TPP の水準が最大限であるという我が国の立場は明確に米国側に伝えてきておりまして、今回につきましても、先週、同発言があった後、直ちに米国務省、 ししました米国,務米国の農務省に対しまして、外交ルートを通じて、改めて当保の立場を申し入れているところでございます、はい、森友子君。ありがとうございます、外務省から今、答弁いただいたんですが、この答弁をいただくのに、昨日えっ、ー、と農水省、えー、そして内閣府、えー呼び、呼んだんですが、なんかはっきりしなくて、で結局やっぱり外務省みたいな話になって。 もうね、そういうところはっきりさせなきゃいけないんですよ、これはもう、リギリの交渉ですよ、でしかもあの、改めて伺いますが、2018年9月26日の日米共同声明、日本としては農林水産品について、過去の経済連携協定で約束した市場アクセスの状況内容が最大限であることということなんですけれども、これ、TPP だけじゃないですよね。 過去の経済連携協定で約束した状況内容とは、具体的に何ですか。田中副大臣、えー、昨年のです、ね、この日米共同声明においてはです、ね、この農林水産品については、えーまあ、過去の経済連携協定で約束した状況内容が最大限であるとの、この日本の立場が、 明記をされたところでありますそしてあの過去のこの経済連携協定でありますが、まあ、全体としてです、ね、この最大限のものは TPP であると考えております。その旨も米側にはしっかりと説明をしているところであります森友子君。はいまあ、時間です、えー、けれども、TPP だけじゃなくて、例えば今回のようなカリフォルニアワインとか、あの要するに EPA でさらに あのえー、輸入自由化というか、障壁があの低くなっているものがあ,のあるわけですよね、えー、だからそれは EPA も TPP 全体としてっていう、私、質問じゃないでしょう、具体的に何かって聞いてるわけですよ、それぞれ違うんですよ、だからその辺のところをあのしっかりと、えー、実は TPP だけじゃないと、そこだけ一つ、そこだけ答弁していただいていいですか。 TPP だけじゃなくて EPA もあると、例えばチーズとかワインとかは、かえってハードル低くなってるんですよ、TPP が最大じゃないんですよ、そこだけ間違えないように、きちっと明らかにしといてください田中副大臣、時間が来ておりますので、主要品目等も置いても、ですねこれはあの、やはり全体的なものを見れば、これは TPP が間違いなく最大限であると。 まあそのように考えているところであります、まあ、しかし、市場アクセス自体はやはり相互にこう絡み合っているものであります。まあ、そういった意味でわれわれはまあいわばこのガラス細工のようなものをですねえしっかりと合意に持っていこうという過程の中で、あくまでもこの TPP の内容が最大限であるということはしっかりと守っていきたい、そのように考えております。 里見隆二君公明党の里見隆二でございますまず法案に入る前に私からもトンコレラについて触れざるを得ません昨日残念なことに岐阜県江那市でトンコレラの二重例目の発生が確認をされました岐阜県内でこれまで最大の使用トン数9628頭ということでございます同じ江那市では二月二日そして 去る4月9日と立て、ま、続けに発生をしておりまして大変ショックを受けておりますあえて答弁を求めませんけれども大臣先ほどできることは何でもやるとまた考えているということでございます現状の施策対応にこだわらずといいますか日々状況に応じた臨機の対応をお願いしたいと思います今日はですねあのもちろんこの今苦しんでおられる養豚農家 のこともも非常に心配ではありますけれども実はその周辺の農家あるいはジビエに関わる皆様方からも使用という観点ではないさまざまなご懸念の声もいただいておりますのでその観点からご質問したいと思います先日愛知県の春日井市の岐阜県境の中山間地の農家の方からお話をお伺いしました 今、政府で進めていただいている野生イノシシの経口ワクチンの散布、これはこれでいいんだけれども、ただ、これまでの鳥獣被害対策という文脈からすれば、むしろワクチンを接種なんということではなくて、もうすぐに捕獲をして生息数を低減させる、その対策をもっと加速させるべきだと、そのようにご意見をいただいております。このの点政府はどのように捉えられていいいるかお伺いいたします新井局長 答え申し上げます。 まず、経口ワクチンについてあのお話をさせていただきたいと思います。これは1年間を3期に分けてということでございまして、第1期目が3月24日、4月2日に行いました。まあ、その経験を踏まえまして、第2期の2回目の散布を今後、開始することにしておりまして、両県の要請を踏まえまして、散布地域をそれぞれ約1.5倍に拡大してです、ね、経口ワクチンの投与を始めたいと思っております。愛知県は4月21日、岐阜県は5月7日から解消することにしております。またご指摘の こり、鳥獣被害対策の視点を踏まえて、野生イノシシの生息数を減少させるという捕獲も大変重要でございまして、愛知県、岐阜県におきましては、従来から鳥獣保護法に基づきます第2種特定鳥獣管理計画と。 いうものにの支障をしていたしまして、それぞれ目標と対策を含めて推進しているというふうに承知をしておりますけれども、今回のトンコレラを機に、罠を大幅に増やして、今、加速化しているという状況だと聞いております。このように、経口ワクチンとそれから捕獲による生息数の減少ということを並行しながら、それぞれの自治体とも連携しながら進めてまいりたいというふうに考えております里見龍司君あの。これ、通行化してないし、今日あの答弁求めませんけれども、実はその。 経口ワクチンの散布についてもです、ね、これあの、猟友会の皆さんなどから、まあ、これ、なかなか届け出るにしても、血液を取って提出をして、またお支払いいただく手数料も相当時間がかかるといった、まあ、そんなお声も聞いてまして、まあ、そんな手間ならもう、検体をです、ね、提出しなくていいんじゃないかと、まあ、そんなお話も聞いているところでありまして、まあ、これはまた改めてお伺いをします,のでしますけれども、そうした。 観点もです、ね、ぜひごご検討いただ、ければと思いますでこの長寿被害という対策に加えまして、今、政府ではジビエ対策、対策といいますか、ジビエを振興していこうという対策を進められておりますけれども、私の地元、愛知県、またその周辺でも、せっかくこの数年、地名が振興されてきたという中で、まあ、今回のトンコレアの発生、そして、 野生イノシシへの経口ワクチンの散布ということで、まあ、そこに冷水を浴びせられたというような印象を持っております、このジェベ業界の影響について、農水省ではどのように把握をされていらっしゃるのでしょうか室本農村振興局長。まずあの、えー、イノシシへの経口ワクチンの散布決定を受けまして、えー、農水省の本省職員を岐阜県、愛知県に派遣をいたしております。 GB 処理加工施設に訪問しましてです、ね、えーまあ、どういったその経営の影響があるとか、あるいは何か課題がないでしょうかという聞き取りを行いました、で主な意見としてはあの、いわゆるこのトンコレラ対策がその長期化することで、イノシシの食肉利用への影響も長期化が予想されるんではないかとといった意見や、えー、その処理加工施設周辺の養豚場や、 野生イノシシで新たにトンコレラ陽性が確認された場合に、まあ、経営の影響が深刻化するのではないかと、あるいは、イノシシの受け入れ範囲で感染イノシシが確認された場合、歯、え、科、ー、主体の処理への変更も検討しなければならない、まあ、こういったさまざまな意見、要望が出されております。でこれを受けて、農水省としてです、ね、風評対策被害として、まずは小売流通団体、外食団体に対して、 3月25日付で通知を発出しております中身としては、トンコレラは人に感染することはない、で仮にトンコレラにかかった犬ぬの肉や加工品を食べたとしても、人体に影響はない、旨、その会員に周知を依頼するということと、トンコレラ発生検査であることを理由とした不適切な表示、取引拒否等が行われることがないように要請をしたところでございます。 また、経口ワクチンを接種したイノシシに由来する食品の安全性についてでありますが、えー、農水省で予備,的予備的に検討した結果、人への健康への影響はないと、えー、考えられましたが、まあ、念のためですね、3月12日付で食品安全委員会に評価を諮問しまして、この4月の2日に人の健康に影響を与える可能性は無視できる程度と。 というふうなあの評価案が委員会で取りまとめられ、現在、パブリックコメントが行われているところでございまして、この評価の最終的なえ評価がですね示され次第、まあこうした点も加えて、さらなる趣旨徹底を図ってまいりたいと考えでございます長里見龍二君あのもちろん、われわれ関係しているものは、風評被害を抑えようと、まあ、実態への、人間への被害はないんだと、まあ、これ、よく分かっているわけですけれども、まあ、これでも、 現にその経営に影響が出ているという、まあ、これは深刻な問題でございます。大臣、ぜひこの g ベの振興という点と、トンコレラ対策、これ、両方ですね、相並べて政策を打つのは非常に難しいと思いますけれども、どのように対応いただけるか、ご答弁をいただきたいと思います吉川大臣。トンコレラの対応につきましては、さまざまなご指摘、ご議論もいただいておりますので。 こロ収束に向けて、しっかりとあのさらに事前策も対応してまいりたいと思いますが、今、里見委員からご指摘をいただいておりました、このトンコレラの発生を受けましてのジビエ等への影響に対してでありますけれども、ジビエの処理加工施設から、風評被害に対するですね国の対策への要望が出されておりますし、 また今後の経営への影響が不安といった声もあることも重々承知もいたしているところでございます。不評被害の防止を徹底するために、流通小売関係者への文書の発出等も行ってきたところでありますけれども、今後はです、ね、早急にイノシシ肉の安全性を PR するポスターなども作成をしていきたいと思いますし、広く消費者に対する啓発に 努めても参りたいと存じますこのジビエ振興というのは、政府を挙げた取り組みでもございます有。有害鳥獣の捕獲を地域一体となって進めるためにも、非常に重要と考えておりますので、その歩みを止めないためにも、この処理加工施設がジビエ利用を今後とも継続ができますように、イノシシからシカへ処理を切り替える場合に必要となる、 処理加工施設関連のですね、えー、資機材の導入支援ももちろんのことできる限りの支援につきまして関係者のご要望を伺いながら対応をしっかりとしてまいりたいと存じます里見隆二君ぜひ現地の意見要望も聞きながら対策を進めていただければと思いますでは次に本題の農業用ため池管理保全に関する法律案についてご質問いたしますこのきっかけとなりました昨年の 平成30年7月豪雨、これを受けて、農水省、また政府を挙げて、さまざま取り組みを進めていただいております。今日はあの私のお隣は谷合、当時副大臣もため池法案、見届けに来ていただいておりますけれども、これ、先ほどもう答弁いただいたんで、の私の方で申し上げますけれども、これはあの農水省の対応の中で、防災重点ため池の選定基準の見直しを行われていると。このこの あ見直し前の1万1000だったのが、約5万というふうにこう増えていくということで、その数としては非常に対象範囲、広がっていくわけでございます。まあ、そうした中で、その上で、これも政府全体としての動きでございますが、昨年の重点インフラの緊急点検を踏まえて、実施することと決定をされている、防災・減災・国土強靭化のための3か年緊急対策において、ため池の改修、 これについてはどのような対策を講じられることになっているか高野政務官にお伺いいたします高野大臣政務官ご質問ありがとうございます里見委員のご指摘のとおり防災重点ため池の数は5万箇所を超えることが想定をされていますその全ての対象に停滞これは水を溜めるための沢島を締め切るための堤でございますが あの改修等のハード対策を短期間で進めることにつきましては予算の制約や都道府県市町村等の組織体制からも困難であると考えています従いまして3カ年の緊急対策では整備の緊急性を踏まえた優先順位をつけた上で対策期間中に効果が上げられる約1000カ所のため池について停滞の改修補強洪水巻き の克服と対策を実施することといたしております里見隆二君これだ、いぶこの5万とです、ね、約1000ということで、だいぶ格差があるわけですけれども、ちょっとこの数だけ比較しますと、非常に不安になる面もあるんですが、そこはどういうふうに措置をされるのかの推奨として、さらに詳しく安心感を与えていただけるようなご答弁をお願いしたいと思います。室本局長えとまずあの政務官からあの 答弁がございましたとおり、短期間でですね、ハード対策を進めるっていうのは、まあ、予算の制約等々があって、困難であるということで、ため池対策については、その整備の緊急度を踏まえて、えーまあ、ソフトも組み合わせながらやっているということが基本ではないかと思っております。で、その具体的な避難行動につなげるソフト、ソフト対策でございますけれども、まずは、すべての防災重点ため池の位置と、貯水量をその記載した市町村ごとのため池マップ、 これを作成したいと思っております。で、えー、それを受けてですね、ため池管理者、行政機関の緊急連絡体制を構築した上えで、必要なため池情報を地域住民に周知を図るということ、で優先順位の高い防災充電ため池から、まああの、住民のワークショップとかもですね、交えながらハザードマップを作成すると、まあ、こういったことを順次進めてまいりたいと考えてございます<上>里見隆二君。あのまあ、いずれれにしてもこれ すべてをハードで即座にというわけにはいかないのは理解しますので、まあ、ソフトと合わせてということだと思います。今おっしゃったあ市町村のハザードマップの作成、まあ、これ、法律上の努力義務として、まあ、今回、規定をされているわけですけれども、まあ、市町村としてはです、ね、これで何か新たな負担が加わるのではないか、あるいはこう財政上持つのか、さまざ、あ、まな不安の声も聞いておりまして、これ、市町村にお任せということではなくて、国として予算、技術面の支援、お願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 おっしゃるとおり、あのハザードマップについては、市町村の努力義務規定として入れております。でただ、私どもとしましては、まあ、都道府県なり市町村にこれを全部一任するのではなくて、国としてもこれまで同様、積極的に支援をしてまいりたいと考えてございます。あの具体的にはあの予算の関連でございますが、31年度のハザードマップの作成予算としては、 昨年度の約3倍に当たる30億円を確保してございまして、でその他、技術支援の面では、まあ、あの手引きをですね、どうやってハザードマップを作るかという手引きを作成しておりますので、まあ、この手引きをしっかり周知を図ると、あるいは研修なども行っていくということで、あの農政局の方で対応していきたいと、こう考えてございます里見隆二君。よろしくお願いいたします。 あの先ほどから広島ということで、何回か出ておりますけれども、兵庫県に次いで2番目にため息が多いということでございます、あの谷合副大臣からも、いいろいろ前副大臣からもいろいろお話をお伺いしましたけれども、党委員会としても、本委員会としても視察をし、そういう意味では非常にコミュニケーションを取って、地域の要望を丁寧に聞いて、ご対応をいただいているということ、非常に感謝を申し上げたいと思います。 特にこの広島県から、また広島県内の自治体からため池の廃止手続きが円滑に進むようにというご要望が非常に多かったということも伺っております、この要望について、本法に,においてどのような措置が講じられているか、お伺いをいたします室本局長、えっとあの。ため池の廃止でございますが、基本的にその形状変更を伴うことから、えーまあ、民法上ですね。 共有物の場合はすべての共有者の全員同意が必要になると、これがまあこれまでの必要な手続きでございまして、権利関係が複雑化して、所有者を特定できない場合にはです、ね、所有者の同意が得られず、れずまあ、なかなか廃止ができなかったというのが、広島県さんはじめ、西日本の,です、ね、あの各県さんの悩みでございました。 でまあ、広島県はじめ全国の自治体、それから全国知事会からも、ですね特に廃止が円滑にできるような制度を作っていただきたいというふうな要望を、この7月号の後を受けまして、この法案においては、廃止する必要がある農業ため木について、所有者の探索を行っても、まあ、なお特定できないような場合には、広告手続きを得て、知事が大執行することができるという仕組みを導入したところでございます。これれを活用していただければですね まあこれまでの各県さんの悩みは解消できるできるのではないかと考えてございます。佐藤隆二君、この法案で都道府県にある程度こう権限があまあ集約されるといいますか、付与されると、で都道府県が所有さん対所有者等に対して勧告や命令を行う仕組みができております。ただこれ都道府県と所有者あるいは管理者というとまあこれ距離感がありますし、その間に立つ市町村 が適切に関与し都道府県と管理者所有者との間を取り持つようなそうした仕組みをですねうまく醸成していく持っていく必要があると思いますこの点市町村に対してはどのような役割を期待しているかお伺いいたします室本局長 法第3条第1項、これはあの都道府県及び市町村の責務という条項でございますが、まあ、この、おこれ、相互に連携を図りながら、この法律に基づく措置、あるいは、延べおため家の適正,適正な管理、保全に関する施策を講ずる責務を有する旨、規定してございます。でまあ、市町村はです、ね、あの委員おっしゃるとおり、まあ、現場に一番近い、密着しているというふうなあの地交代でございますので、 市町村が直接行う事務については、地域の防災、あるいは産業振興を担う自治体として、特定農業用ためきに関しまして、まあ、あの1つは周辺住民の避難に必要なハザードマップの作成、えー、2つ目は所有者が不明の場合に、地域の農業者や周辺住民と調整しつつ行う、まあ、日常的な施設の維持管理の主体に位置づけているということでございます。でまたあの、都道府県が担う事務についてもですね、 市町村は特定の病院ため池の指定に対する意見具心ができると、えー、さらに、まあ、県が行う立ち入り調査に協力をすると、それから見届けため池を市町村が確認した場合は、えー、県に通知を行うという旨の規定も設けているところでございまして、まあ、あの現場に密着した立場で行政を行う市町村との連携をです、ね、しっかりとあの確保していきたいと考えてございます。 里見隆二君県、市にそれぞれの役割を与えた上で、しっかりとこれ、法律で仕組みを、枠組みを作ったということは、国からのご支援をよろしくお願いしたいと思います。あの先ほど来お話している広島県内で世羅町という町がありますで、こちらで去る3月31日にため池シンポジウムを開催されたというふうに報じられております、その中でため池の維持、管理について、厚い議論が交わされたということでございます。 例えばです、ね、発言の内容で言いますと、農地の減少、ため池を管理する農業者の高齢化などによりため池の管理維持が難しくなっている、ため池の災害リスクが叫ばれる中、防災・減災の専門家ではない農家に対策を求めるのは困難であり、管理責任を問われる精神的な負担は大きいなど、ため池を管理する農事組合の法人の代表などから切実な訴えがあったということでございます。本法案の第5条で 農業ため池の所有者は、当該農業用ため池の機能が十分に発揮されるよう、当該農業用ため池の適正な管理に努めなければならないと規定をしております。今、ご紹介をしましたような高齢化、あるいは専門家ではない農家という、その農家にため池の適正な維持管理を求めるというのは、非常に負担が大きいと、それはごもっともな感想、受け止めではないかというふうに思いますが、こうした農家のお声を、 どのように受け止められますでしょうかまあそもそもこれも先ほど来議論がありましたようにため池というのは農業用水という意義のみならず生物多様性確保という環境保全また地域用水洪水調節浸水空間の維持まあこうした多面的な機能があるわけでございますこうした多面的また公的な機能を有するため池にこれを維持管理する農業者に対しては それが公的な機能を持つというゆえからしてもです、ね、公的に支援をしていく必要があると考えますけれども、農林水産大臣にご所見をお伺いいたします吉川大臣。玉池につきましては、個人や集落、水理組合等で管理しているものがほとんどでございまして、里見委員ご指摘のとおりです、ね、農家の高齢化等によりまして、その管理が脆弱化しているものが、 大きな課題であると私どもも認識をいたしておりますでこのためため池管理マニュアルを管理者等に配布いたしますとともに例えば兵庫県と38の市町村で組織する協議会が設置するため池サポートセンターで行っているようなです、ね、ため池の点検やあるいは軽微な補修等の技術指導に対しまして国が定額で 支援する事業ををこの平成31年度に創設をしため池の有する環境保全、さらには洪水調節等の多面的機能の適切な発揮を目的といたしまして、地域住民の参画を得て池の、ため池の点検、草刈り等を行う場合には、多面的機能支払い交付金ですとか、 あるいは、中山間地域等直接支払い交付金により、支援も行っているところでもございまするけれども、今後ともですね、こういった各種の制度を活用しながら、ため池の管理についてもしっかりと支援もしてまいりたいと存じまますす大臣よろししくお願い,いたします以上で質問を終わります。 義間光雄君えー、気の義間でございます、えー、質問に入る前にですね私の方からやっぱりトンコレラに対する心配がありますから政府、えー、にあるいは農水省に申し入れしたいと思いますおそらく昨日も新たに発見されて関係者一同ですね発見後 佐も根もやらず、目を晴らして、貿易に一生懸命やっていると思うんですが、なかなか出口が見つからない、出口の見えないトンネルほど怖いところはありません、そういうことから、ですねこれがぜひ大臣、出口が早めに見えて、農家のダメージが少しでも小さくなるように、そして再経営、生産に意欲が持てるようなあのことをやっていただきたいと。 こういうふうにお願いを申し上げて、質問に入ります。農業用ため息関連の質問でございます。まずですね、これまでのこのため息の被災数が6191件、そのうち71%が豪雨によるものだと認識をしております。こうして見ますとですね、その豪雨に対する対策、 これがどうも、その、後手後手に回っている、たくさん例はあって、経験もして反省もしているのに、対策が遅れてきている、遅れてるというように見えてしょうがないですね、えー、気象変動が揶揄されてからもう長くなります、本当に予想できない気象状況です、昨日一おとといなんて、北海道と沖縄が同じ気温ですからね。 びっくりですよしかも、最最低と最高の幅がありすぎる北海道は朝から夕方、昼間、24度ぐらい違っているんですね、沖縄のは4度、5度ぐらい、えー、そういうようなことで、北海道と沖縄がなんで今頃基本会社なの <laughs> 不思議でたまらないぐらい、えー、テレビの番組じゃないけど、あれへんこと。 だと思ってるんですねそういう気象が異常になっている状況の中で、やはりそれに対応するような行政であってほしい、まあ、今あの、去年の反省も含めて、この法案が出た法案は立派な法案であるし、賛成するし、歓迎もしますけれど、この後手後手に回った考えなめない、どういうことにどうなっていたのか、これをスピード感を持ってやっていただきたいと思いますが。 どううなんでしょうあの今のトンコレラもそうですが、その発生して、理解してから対策となかなか難しいから、災害もそうですね、起きてから後のダメージというのは大変ですから、それを予防医学みたいな感じで、予防に先に手をつけて、予算等を配置していくというようなことだとこう思えるんですが、どうなんでしょうか、災害に備えるという意味で。吉川大臣 議員ご指摘のとおりですね、このため池の被災要因を見ますと、豪雨を原因とするものがあの多くございます。その対策の必要性は、私どもも十分この認識をしているところでもございます。一方で、平成23年の東日本大震災におきまして、福島県の藤沼ため池があの決壊をいたしました。ここで死者者行方不明者8名の 甚大な被害が発生するなどの経緯も踏まえまして、豪雨対策とともに、耐震対策も推進をしてきたところでございます。事前の防災対策につきましては、被害を未然に防止することができ、災害に伴う被害額および復旧費と比較をいたしましても、経済的に有利であることから、 今後さらにですね、事前防災を重点的に推進することが重要であると考えているところでもございますで農林水産省といたしましては今後とも豪雨対策と耐震対策につきてため池の緊急性ですとかあるいは優先度に沿ってですね対策を進めていく所存でもございます義間光雄君 今大臣、優先度を決めてとおっしゃいましたけど、この優先度をつけて、ですねえこれだと復興予算でも、失礼、高度強靭化予算でもいろいろ配慮できると思うことから、どうなんでしょうかね、このことを何年かけて、いくつのその欠陥ダムを発見して、何年かけてえやるんだという,ような具体的なスケジュールは示せませんか。 本局長、えっと、あのそういう意味では、まさにあの今般の3カ年の緊急対策、えー、この予算を措置していただきましたので、まあ、あのそれを使いながら、ですねまずは一番あの優先度の高いものから、この3カ年で、えー、整備を進めていくと、えー、いうことかなと思っております。でえー、まずこの3カ年の緊急対策では、まあ、下流の家屋、あるいはあの学校とか病院ですね。 こういった高級施設があるかないか、であのため池の規模はどうなんだというあたりで、えー、まあ特に下流への影響度が大きく、かつまあ2020年度までに停滞の補強を完了するとで、完了すれば効果が発現しますので、まあ、そういった約1000か所の防災重点ため池について、この3カ年の緊急対策の中で、まずはあの緊急的に対策を進めていこうというふうに考えてございます。 でその裏付けとなるその予算でございますが、えー、本年度は昨年度の約2倍に当たる国費ベースで200億円をです、ね、緊急対策の予算として確保したところでございまして、引き続きスピード感を持ってため池対策を推進してまいりたいと考えてございます。で残るため池については、これはもう数も多くてですね、あのー、今選定している防災重点ため池の作業が終われば、えー、また各県においてその優先度を決めていただいて、 各県の予算措置もございますから、まあ、そういうものとしっかり踏まえながらですねあの、対策を進めていきたいと、このように考えてございます今光夫君。ありがとうございました、3年で1000箇所ですか、2000所ですか。2000か所、一0 0 0 1000、3年で1000優所優先順位を決めておらるなというようなことでありますから、ぜひともそういうことをやっていただきたいなと、こういうふうに思います。 続いて、ですねあとまた時間があれば、一回帰っていきたいんですが、えー、平成30年9月に、いわゆる農研機構ですね、農業、食品、産業技術総合研究機構が民間企業と協力をしまして、地震や豪雨時にため池の決壊リスクを予測するシステムを開発したと言って、えー、聞いて認識をしております。 そのシステムを活用することで、被害が最小限度におそらく食い止められ、人的被害も避けられるような可能性があるとこう聞いておりますけれども、同システムに基づく情報の共有を国やあるいは都道府県、市町村が活用して、どのように連携して活用していくか、あるいは災害を未然に防ぐことにつながっていくか、非常に期待するんでありますが。 本年度、聞いておりますと、支援質問の本格的な運用はもうできるんだということに、職務しておりますが、いつごろこれが実施されていくのか、ちょっと実況を明示していただきたいと思います室本局長。あのまず、法案の第4条に定めるそのためけの届け出の中身ですね。 これについては、今委員がおっしゃいました、えー、農研機構が開発したため池防災支援システム、このデータベース機能を活用しまして、まあ、全国で統一して登録できるよう準備を進めてございます。でこのシステムのメリットはです、ね、まずあの気,象と気象庁等が公表する、その降雨予測データ、これを活用しまして、まあ、リアルタイムでため池の危険度が予測できると。 というのが1点ですでもう1点は、都道府県、市町村、国によるその予測結果やあ被災状況の写真等です、ね、これ、瞬時に共有できると、で雨が降ってため池が崩れれば、ですねその写真を撮れば、もすべて関係者が瞬時に共有できるという、まあ、こういったことが可能でありまして、豪雨時の、あるいはまあ地震時もそうですが、ため池の点検とか応急措置を迅速に行うためには、極めて有効であるというふうに考えてございます。 でまあ、これによって、あの豪雨災害、地震災害のときにおいてもです、ね、被害を最小限に食い止めることが、まあ、可能になるのではないかと考えてございますが、えー、今年そのシステムを施行してです、ね、もう来年度から本格運用を始めるということで、今、関係者が、えー、相互に連携して、このシステムの構築に、えー、携わっているという状況でございます。義間光雄君 これあれあですかあの,このシステムがスタートするというと、全国の合戦の状況を座り、えー、どころにして分かってしまうと、でえー、急ぎ対策しなければ、何々都道府県のどこそかだというところまで掌握できるということの承知認識でいいんですか村本局長あの。このシステムはです、ね、まずあのため池について デーータベース機能をこれ付加してですねで私どもの農水省の世界でそれを活用することにしてますが、このデータというのは全部関係機関が共有できることになっておりまして、委員がおっしゃるように、河川の水位が例えば上がってきたと、上がってきたということは、ため池の水位ももちろん上がるわけですから、あのそれ周辺のですねあの河川、えー、等の情報もすべて共有する中で、あのため池の危険度を総合的に判断していくということも可能になると考えてございます。 今光夫君、えー。ぜひフル活用してですね。早めにため息から安全を安心を。いただけるような体制を作りいただきたいと思います。次に行きますけどね。一番心配のはやっぱり東北。福島県を中心とする。東北にあるため息ですよ。放射線が降り注いでね。こうとともに。山や森や林から。 下流に流れて河川にも行くだろうしあるいはため息にも行く田んぼにも行くでありましょうそういう東北福島県を中心とする東北のため息の状態これ今あの除染作業でいろいろ国が都道府県に依頼していろいろやっていることは知っておりますけれどこれは先ほど言いかけたんですがいわゆるお 復興予算が手当てできると思いますね、農林水産省として福島復興復旧担当を設置するなど、いろいろ手をやってるんですが、このため息の除染の状況、これ、どうなってるか、特に福島県を中心に、ですね2、3例を挙げていただければと思います。室本局長えっと まずあの福島県内のため池において、ですねこれはあの県とか市町村がえ事業主体となって、ため池の、これは除染ではなくて、ですね除染ではなくて、高濃度放射性物質対策、これを今、進めているということでございます。この目的は、ため池にたまるあの土砂と浚渫、農家さんとかその水陸組合が浚渫するときにですね、 そのため池の堆積度に、えー、キログラム当たり8000ベクレル以上の高濃度の放射性が堆積しておれば、まあ、被ばくを受けるということであの、あらかじめそれを取ってやろうということで、今やっております、で平成25年度からあの29年度にかけまして、えー、福島県内のため池を調査し、まあ、提出の除去が必要とされるため池を、まあ、1000か所選定して、選定いたしました。 でそのうち27年度から444箇所で事業に着手をしまして、現在までに271箇所で対策を完了してございます。でまあ、27年度から29年度までは、ですね、まあ、年間100箇所程度のため池で提出の除去工法をポンプ浚渫、ポンプでこう組み上げるようなその浚渫をやっていたんですが、なかなかこれは時間がかかるということで、新しくあのバックウォーデンですね。 アームでも直接こう書き出すというような方法を採用したことによりまして、昨年度は従来100箇所だったのが、239箇所で着手することが可能になったということでございます。これからもこの対策を進めていきたいと、お考えでございます儀間光夫君。このバックホーっというのは、水を抜いてやるんですか、それとも水を溜まったままやるんですか。 うですね、爆音のアームが届くぐらい水,、えー、水位を低下させて、すべて低下させると、今度、被爆を受けますから、作業員がですね、ある程度貯めたものだ状況でこう掘削をしていくということでございます光雄君今、その水を貯めたままだと被爆する可能性を素人ながらの分かるものですから、ちょっと心配したんですが、聞きます言うと、大体そのいかだみたいなものを作って受けて。 線上で底板,板の薄いいかだみたいな線上で、えー、この浚渫する作業をやってるというような状況をお現場から私聞いておるんですがどうなんですかねこの取り残す池の底に浚渫湿度を取り残す可能性っていうのはないんです。完全に 春節できて、それを水分を塗って、いわゆる含、えー、水率をほぼゼロにして、やっていくことは可能性はあるんですか。本局長あの今、委員がおっしゃった、いかだを浮かべてというのは、まさに従来工法の、そこからこのポンプ、ポンプで吸い上げてですね、配管して吸い上げるという工法だったんですが。 今はまさに爆音で水を、水位を低下させて、重機で書いているということで、促進を図っているということでございます。それで、すべての堆積土砂を取,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 取らなきゃいけないかどうかはです、ね、これは基本的にあのキログラムあたり8000ベクレルを下回れば、これはけあの影響はないということになりますので、現場ではその8000ベクレル未満になるような堆積土砂の除去を行っているというふうに承知をしてございます。今光雄君 これ、ね、あの聞いています、今の答弁もそうですが、都道府県市町村に任せているから、なかなかっていうような感じがしないんでもないんですが、これが今の基,基準値を下回ったかどうかは、誰が検査をしているんですか、その管理はどういう機関でやっているんですか。室本局長、あのー、基本的に,にはこれ、あのー 発注者である、例えば市町村が発注者であって、えー、建設業者が受注をするということになれば、業者は発注者が指定した特別使用書に基づいて、えー、検査を行うことになります。で,、えー、とですから、その使用書に基づいてですね、一応あの、すべての確認行為は行われていると、えー、といいう,うに考えてございま木間光夫君。 あの時間がないんで、これ、詳しくはまた、あの後でついて、機会をやりたいんですが、なぜそういう心配をするかというと、今、ただでさえ福島の農産品、風評被害も含めて、なかなか障害国から受け入れられてない、この前の,あの韓国からの WTO の廃止も、いわゆる信頼がないからなんですよ、風評も含めて。韓国とは 国対国があまり信頼できてないから、ああいう形もなるのかなと思ったりするんですが、この安全を提供するというのと、安心をいただくというのは別なんですね、だから風評で、あるいはどんなに日本側が、あるいは生産者側が、役所がね、基準値ないですから、心配ないですよと言ったってね。 買い手側が心配か心配じゃないかは決めていくんですから、安全を何年か続けて、やっぱり安心だなという安堵感を与えないとですね、買い手取らないんですよ。だから、あの将来、さらにあの取り残して、セシウムがまた実は発見したんだというようなことになったりしますとね、福島の風評被害というのはなくならないんですよ。それが心配なんです。ですから これを発注者側から委託を受けたあの検査員がそれをやって OK でしたからって OK ということにしますとまあ信頼しないというわけじゃないけれどひょっとすると取り残さる分があって何年か後また同じことに風評が飛んだというようなことがあってはねだめなんですよ、これはトンポレラも公的みなそうなんですよ。 だから風評をはねのけていくには、緻密な安全活動が必要なんです。安全活動をして、やっぱり安心よねと、言わしめるようなことをしないといかないんですが、今申し上げたような、取り残しはしないんだと、させないんだということは、政府はどういうことをの、農林水産省はどういうことを、どういう体制からどういう話を聞いて、 あるいはどういうものを見て、えー、そういうことに判断するのか、その判断を教えていただきたい村本局長、えっとあの。基本的にはこれはあの、先ほど申し上げたとおり、事業主体は県もしくは市町村でございますので、えー、これは普通の補助事業と同じ手続きでございまして、私どもがあ例えば市町村が発注する工事に、何か検査,をあ検査をするということは基本的にございません。 これはの補助事業のいわゆるえ配分者として、その補助金撤回法に基づいて、それがえ不正がないかどうか、そういう事実がもしある場合には、当然検査をいたしますが、今のところそういう話もございませんので、国の関与は基本的にはないと考えてございます。発注者たる市町村とか県は、これはの環境省が定める、いわゆるさまざまな基準に基づいて、使用書等を組みますから、 一応あの、事業主体の方で検査をしてです、ね、それでよければよしという判断になっていると思いますが、あの一応、私ども国としてはです、ねあの、その堆積度があの今おっしゃったように残っているかとか、あるいは本来取るべきところがまだ取れ,取れてないというようなことについて、常時まあ定点観測をしておりますのであの、そういう中で国としての関与をしっかりあの維持をしていきたいと。 こう考えてございますこのモニタリングをすることによって、一応あの、極端な数字が出たか出てないかというのは、まあ、常時把握できることになっておりますので、そういう意味での国の関与というのをあの維持をしていきたいと、このように考えてございますまみつお君、時間がまいっておりますのでぜひしっかりしていただきたいと思いますが、情報南総合市のです、ね、情報、行政情報公開、これは NPO 法人が出展して、この出展を、 許可を得て今資料来ているんですけれどいろんな資料が入っていますこれ今日使い切れませんから次にしたいと思いますどうもありがとうございまし委員の異動についてご報告いたします本日山添拓君が委員を辞任されその補欠として上智子君が選任されましたこの際理事の補欠選任についてお分かりいたします委員の異動に伴い現在理事 理事が1名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。理事の選任につきましては、先例により委員長の指名にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか？いいご異議ないともいいと思います。それでは、理事に上智子君を指名いたします。質疑を続けます。上智子君 日本共産党の上智子でございます昨年7月の西日本豪雨災害を受けて、農林水産委員会で広島、岡山に調査に来ました、あれから8か月ですで、復興のために努力している皆さんに敬意を表したいと思います。で福山市で決壊した道の奥池に行きましたけれどもあの、このため池というのは、いつできたか分からないところであの、木がうっそうと茂ってましたよね。 で同じ福山市内で溜め池が決壊して、大量の泥水が民家を直撃して、3歳の女の子が亡くなったということでした。で危険なため池であることが把握されていれば、集中豪雨の備えや、避難をすることもできたと思うんです。ため池の決壊や河川の氾濫、山の崩壊など、自然災害に備えて、まずは自ら身を守るということ、それから家族や近所で助け合うと、で行政は事前にですね。 やっぱり危険箇所を把握し、いざというときにいち早く住民に知らせて対応する責任を果たすというのが大事だと思いますので、今回のこの新たな仕組みというのは必要なんだというふうに思います。それでそこで,です、ね、西日本豪雨で6府県の計32箇所でため池が決壊しましたが、防災重点ため池に選定されていたのは3箇所だけと、で選定されていないため池が、これ、なぜ決壊したんでしょうか。 吉川大臣あのこれまでの防災重点ため池は、国がです、ね、下流に家屋や公共施設等が存在をして、決壊した場合に影響を与える恐れがあるものとの考えを示していたもののです、ね、都道府県が独自に選定基準を策定しておりましたために、規模の小さいため池が、 選定されていなかったものでございます7月豪雨で決壊をいたしましたこの32箇所のため池の多くは築造年が不明または古く周辺地の,この山の強度が低いマサドを使って築造されていたために決壊したものであると認識もいたしております今後は決壊等により人的被害が生じないように 防災重点ため池の選定の考え方を、全国統一基準にいたしまして、本法案に基づく特定農業用ため池の指定を行い、優先順位をつけて、施設の補強に向けた対策と、避難行動につなげる対策を効果的に推進をしてまいりたいと思っております。 上智子君農林水産省は、ですね西日本豪雨被害を受けて、ため池対策チーム、検討チームっていうのを作ったわけです。で検討したということは、まあ、従来のため池保全管理が不十分だったってことでしょうか吉川大臣あの。昨年の7月豪雨を踏まえまして、えー、農林水産省本省研究機関。 広島県と地元関係者等からなるため池検討チームで、今回の災害の原因と今後のため池対策のあり方について検討いたしました結果、約20万箇所のため池のうち、10万箇所しかデータベースに登録をされておらず、ため池の所在地や所有者、使用実態が把握されておりませんでした。 利用実態のないため池や日常の維持管理が適切に行われていないため池が数多くあることが判明をいたしました。権利関係が不明確かつ複雑で補強や撤去を行うにも、権利者の合意が取れないため池も増えておりました。施設の構造上の課題に加えまして、管理・保全に関する 課題が明らかになったところでございましてこれらの課題に対応するために本法案を今回国会に提出をいたしたものでございますでこれを機にですね農業用ため息の適正な管理及び保全が効果的に行われるように農林水産省に対しましても万全を尽くしてまいりたいと存じております上智子君 あの災害に強いまちづくりということは必要なわけですけども従来の対策のやっぱりどこに弱点があったのかということを明らかにすることは今後の,あの対策につなげるようでは大事だという,ふうに思っていますそれで農業用ため池はまあ全国今お話し 20, か20万箇所あるといううに言われていますけども江戸時代以前に築造された施設も多く管理者がデータベース化されたのはまあ約9万6000所と。 でデータベース化されたため池のうち、管理者が不明なため池が3%の2400箇所というふうに聞いてます。で管理者が不明なため池2400箇所のこの対応対策、いつまでにこれ、完了するということでしょうか。室本局長あの、管理者が不明、または不在の農業用ため池というのは、 まず農業上の利用が著しく低下しているか、全く使われていない状態にある場合が多いというふうに考えておりまして、今後、法に基づき整備するデータベースでは、届け出のあった所有者、管理者に関する情報により、改めて情報の把握を行うということになろうかと思います。その上で、依然として管理者が不明、または不在である場合についてですが、施設を廃止するか、 あるいはあの治水などの多用途に転用するのか、ですね、えー、地域の関係者において速やかにあの決めていただく必要があると考えておりまして、まあ、仮に廃止工事を行う場合は国の、国の定額の補助事業を活用することが可能であります。えー、またあの、この法律に基づいて廃止する必要がある農業ため機について、まあ、所有者の探索を行ってもなお特定できない場合には、 広告手続きを得て都道府県知事が大執行することができる仕組みを導入してございます。上智子君、あの今後ですねデータベース化されると対策に必要なため息が増えると思いますのであの迅速な対応が必要だと思います。そこで問われるのは先ほどもちょっとありましたけども台風シーズンにいよいよねまたこう向かうと。 で今年の夏をどうするかということもあるわけで、昨年の経験からため池が決壊する危険性があるのであれば、早い段階から住民に知らせて、えー、避難対策を示すことが必要だという,うに思います。それで5月末に向けてため池の再選定を行ってますけれども、ため池方が今年の夏に備えてどういう役割を発揮するんでしょうか室本局長。 まず、夏の委員がおっしゃるように、夏の台風シーズン前に、この法律をその施行することによりまして、最選定が5月の末ということでございますので、それを得て、この法律の手続きを得て、まずは特定農業利ため池、これがあの指定されることになります。これはそらくあの一挙に行われるのではなくて、数が多いものですから。 あの優先度等を勘案しながら、各都道府県で、えー、順次あのといえども、その遅くならないようなあのスケジュール感で進めていくのではないかと考えておりますが、この法律の施行によりまして、まあ、現場レベルではです、ねえー、ため池の管理上、必要となる措置が講じられていないと認められる場合には、まず都道府県による勧告が可能となると、勧告を出せるということになります。 でまあ、特定の汚染源についてはです、ね、必要な防災工事が行われない場合の都道府県による工事命令、あるいは代執行と、こういうことも可能になってきますし、えー、所有者不明で適正な管理が行われていない場合の、えー、市町村による施設管理権の設定、えー、つまり今まではほったらかしになっていたんだけど、市町村の方で管理権を持てるという手続きにも入れますし、 あるいはあの委員がおっしゃるように、円滑なその避難を図るためのハザードマップですね、この作成が促進されるというふうな効果があると考えてございまして、そういう観点からも早期に施行することがまあ望ましいというふうに考えてございます上智子君。あのやっぱり昨年のようなですね被害が出ないように、しっかりとした対策が必要だというふうに思います。それでため池にはこの洪水調節機能 土砂流出機能があるわけですけれども、このため池を廃止してです、ね、こうした機能が失わ,失われてしまったら困るとで、洪水機能調整を維持するために、ため池を残したいという住民が求めた場合に、どういう対応をすればいいんでしょうか室本局長、あのまあ、仮にそのため池がです、ね、農業利用がなくなっているため池であればですね。 まあ管理者不在等によって適正な管理が行われない恐れが高いことから、廃止していただくのが基本ではないかとえ考えておりますが、委員がおっしゃるように、そういう声が現場にあるんであれば、ストックの有効活用の観点から、治水目的、洪水調節目的などの対応等にまあ利用されることも十分ありうるというふうに考えてございます。 でただしまあ農業利用を廃止して、多用途に使うということになればです、ね、まあ、新たな管理者や財産の所有者を決めていただいて、まあ、適切に管理していただく者も決めていただかなければいけないと、こうなります、で仮にまあ治水目的、洪水調節目的で補修補給を行う場合には、あ治水施設としての施設基準に適合させる必要があることから、治水部局の補助事業等を活用していただいて、 このため池の再整備を進めていただくということになりますが、す、ま、べ、あ、あてそういう治水部局に任せるのではなくてです、ね、農水省としてもあの関係行政機関とか地元の調整に乗り出し,乗り出していってです、ね、関係省庁と連携が取れるよう、しっかり取り組んでまいりたいと考えてございます、はい、上智子君あの。防災工事についてお聞きするんですけれども、危険なため池と認定されて、回収費用がかかるわけですよね。 それでデータベースに登録されているため池のうち、この集落個人等が管理者になっているため池が5万6000所っていうふうに書いてありますよね、地震、豪雨に備えて、防災工事をする際に、これ、自己負担はあるんでしょうか室本局長、あのこれは当該管理者である集落等が自ら工事を行う場合は、当然自己負担でやっていただきますが。 普通はのそういう莫大なお金をです、ねえー、自己投資できるわけではありませんので、えー、ほとんどは県営事業で行うことになります、でその場合、豪雨対策、地震対策ということで、えー、工事を行うということであれば、農家負担はゼロということになっております、はい、上智子君、えっと。市町村の業務と防災工事への支援についてもお聞きします。多め池ででは所有者が不明で 適正な管理が困難なため池は市町村が管理権を取得することになっています昨年の森林管理経営、えー、経営管理法などもそうなんですけども市町村の業務がそれによって増えているわけですよねで、ため池法によって増える市町村の業務に対する国の支援があるのかとまた防災工事の実施にあたって財政面は支援すべきではないかと思うんですけどもいかがでしょうか村本局長 まずあの工事の関係でございますが、今回あの、特に3カ年の緊急対策、えー、工事を行っていただく場合には、被災重等率が100%、えー、交付税措置が50%というその防災・減災、国土強靭化、緊急対策事業債というのが活用できることになっておりまして、まああの、地方公共団体の負担軽減が図られるというふうに考えております。 それからあの1つ目におっしゃいました、行政事務が増えるということに対しても、普通交付税の中であの適切に措置されることと考えで、はい、上智子君。あの昨年はです、ね、このため池の結果によって多くの被害が発生しました、で今年からはです、ね、やっぱり早く住民に知らせて、甚大な被害が発生しないように全力を尽くしていただきたいと思います。 えっと、あともう少し時間ありますので、えっと、前回、の先週ですかね、藤木議員が質問されておりました、新規就農支援の,あの制度についてお聞きをしたいと思います、えっと。農林水産省は4月1日に、農業次世代人材投資資金の投資対象者にかん考え方にの考え方についてという通知を出しました。で新規就農支援制度度ののの対象を前年度の世帯全体の所得が 5 0 0万円以下にするというものですこれなぜ足切りをするんでしょうか大沢経営局長お願いいたします農業次世代人材投資事業につきましてはこれまでも生活費確保が必須のものなどを優先するよう求めておりましたが事業実施主体でございます自治体等から明確な基準等を提示してほしいとの要望があったところでございます農林水産省といたしましてはこうした要望等を踏まえ 今年度の本事業の交付に際しまして、真に支援を必要とする方々に、次世代投資資金が効果的に活用されるよう、支援対象者の採択にあたって考慮すべき考え方を示すということで、4月1日付でご指摘のとおり、課長通知を発出いたしまして、交付対象者の考え方の一つとして、600万円以下という数字を具体的にお示ししたものでございます。ただなお、これはあくまで優先すべきものを示したものでございまして、 600万円を超える所得があったとしても、支援対象とすべきものであると事業自主体が判断する場合には、予算の範囲内で交付対象とすることは可能であると考えておりまして、4月3日にその旨、関係者に通知したところでございます上智子君。あのまあ、今のお話でもね、明確な基準を提示してほしいという,うに、市町村から要望があったとっいうに言ってです、ね、それで考え方なんだと。 いうふうに言いながら、もう一方で今の答弁にあったように、市町村の判断で支援対象にすることができるというふうに言っているわけですよねで、市町村の判断というのであれば、やっぱり足切りの通知は出すべきではないと思うんです、市町村から問い合わせがあれば相談に乗ればいいのであって、あの通知にしてしまうとです、ね、これが一人歩きしてあの実施、実質的にはもうそれが基準になるという面があると思うんですね。それで昨年度の実績にに当てはめた場合に この足切りで給付を打ち切られる方というのは何人になるんでしょうか。大沢局長お答えいたします。昨年度、交付した方の,です、ね、あの報告がすべて上がってきておりませんので、今上がってきている範囲でお答えいたします。現時点で、農業次世代人材投資事業、平成30年度、新規採択者はです、ね、準備型、研修等を行います、準備型で約1000人、経営開始型約2000人、 と見込まれておりますけれども、このうち現時点で交付対象から氏名等の交付情報の報告がありましたのは、準備型306名、経営開始型245名でございます。これらについて、その世帯所得が600万を超えるかどうかで見ますと、600万円を超える方は、準備型で73人、これは306人のうちですので、約2割、それから経営開始型は26名。 これは245人のうちでございますので、約1割となってございます上智子君。だからこう切られてしまうっていう人たちが実際に出てくるんだけども、まあ、今、学校に通ってるっていう方からです、ね、訴えがあったんですね、北海道の親から給付金をもらえなくなったっていう通知が来たので、学校を辞めなければならないと、で実家の農家を継ぐっていうことで、まあ、給付金を受けてきたんだけども、父と母と祖父。 で600万円の年収というのは高すぎるんですかっていうことですよね、で大臣ね、この方はあの兄弟もいてあの、お父さん、お母さんからおじいちゃん、家族3人で600万円っていうのは高すぎるんでしょうか吉川大臣高すぎるかどうかと言われると、えー、なかなか返答に困りまするけれども、あのーまあ、決して高くはないではないでしょうか。 智子君そうなんですよねだからあの、やっぱり本当にぎりぎりかつかつでやってるっていう中で、こういうふうに通知出されてねで、もらえないからっていう話になると、こういう具体的な話も出てくるんでね、ここはぜひですね、まあ、市町村の判断でってことでもあるので、相談に乗っていただいてです、ね、ちゃんとあの丁寧な対応してほしいというふうに思うんですけどども、大臣、どうでしょう。吉川大臣 あの今、えー、大沢教育長からもお答えをさせていただきましたけれどもあの、今回の通知、あくまでも優先して採択すべきものの考え方を示したものでございまして、600万円を超える所得があったとしてもです、ね、支援対象とすべきものであると、事業実施主体が判断する場合には、予算の範囲内で交付対象とすることは、もちろん可能でございます。また、あの所得だけで判断するのではなくてですね、 収納ビジョンと研修の目的が明確かどうか、収納が確実に見込まれるかどうかも併せて考えることといたしております。でこれらの点をあの丁寧に現場に説明いたしまして、事業実施主体が個別の事情をよく勘案しつつ、真に支援を必要とする方々が採択されますように、適切に指導してまいりたいと存じますし、 間違ったメッセージを与えないように、今後はあの適切にやってまいりたいと思います上智子君あの、まあ、大臣、先日、ですね食料自給率について質問したときに、あの大臣は生産基盤が弱体化しているということで、若手の新規農業者を着実に増やしていくことなどもしっかりと対応したいというふうにおっしゃったんですよね。で新規就農者を増やすためにあの この間口をです、ね、やっぱり広げるってことが必要なんだと思うんんです間口を広げるんじゃなくて、狭めるようなことはやっぱりやるべきでないというふうに思うんですけれどもあの、狭めることになるんじゃないかと、これはどうですか石川大臣長今もあの私がお答えさせていただきましたように、あのそのようなことがないようにです、ね、真に支援を必要とする方があきちっと採択されるように、適切にあのさらに指導してまいります。 安倍総理もです、ね、その安倍政権になってから新規就農者が増えているということで、成果として強調してきたわけですよね、だからやっぱりの、えー、農業の次世代人材投資資金の投,、えー、投資対象者の考え方についてという通知はです、ね、これ、新規就農者の夢を壊してです、ね、現場に混乱を与えてしまうということなので、撤回すべきだということを申し上げまして、えー、質問を終わります。ありがとうございました <laughs> 他にに発言ももないよようですすすから質疑は終局したものと認めままこれりり討論に入ります別にご意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。農業用ため池の管理および保全に関する法律案に賛成の方の挙手をお願いします。全会一致と認めます。よって本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 この際、田辺君から発言を求められておりますので、これを許します、田中雅代君はい、えー、私はただいま可決されました、農業用ため池の管理および保全に関する法律案に対し、自由民主党国民の声、立憲民主党民友会希望の会、国民民主党新緑風会、公明党、日本維新の会希望の党および日本共産党の各派、 共同提提案案による付帯決議案をを出いたします案文を朗読いたたししまますす朗読農業用ため池の管理および保全に関する法律案に対する付帯決議農業用ため池は農業用水を供給する施設として我が国農業の発展に重要な役割を果たしてきた近年台風等による豪雨や大規模な地震等により農業用ため池が被災する事例が発生している一方で江戸時代以前に増 築造された古い施設や、築造時期が明らかでない施設が多く、管理が適正に行われなくなることが懸念される状況にある。よって政府は、本法の施行にあたり、次の事項の実現に万全を期すべきである。一、都道府県および市町村が農業用ため池の適正な管理および保全に関する施策を講ずるにあたって、 農業用ため池にかかる正確な情報が、都道府県の整備する農業用ため池に関するデータベースに蓄積されることが前提となる、このため、所有者等による届出が確実に行われるよう、周知徹底を図るとともに、市町村が農業用ため池に係る情報を把握できるよう配慮すること、2、決壊による水害等により、周辺区域に被害を及ぼす恐れがあるため池の防災工事が迅速かつ 確実に行われるよう、特定農業用ため池の指定の要件を適切に定めること。三、農業用ため池の管理や廃止にあたっては、地域における水利用のあり方、えー、農業用ため池の位置づけ、必要な対策について、農業用ため池の所有者、管理者、農業用水の供給を受ける農業者及び地方公共団体の関係者が、 十分に話し合いを行うよう、ガイドラインの策定等による支援を行うこと。四、地方公共団体または農業用ため池の所有者等が施工する防災工事に関し対して適切な財政上の支援を確保するとともに、農業用ため池の所有者等が行う適正な管理に対して必要となる資金面及び 技術面からの援助を実施すすするること民意決議決以上でございすいいま何賛同お願たしますただいま、田名部君から提出されました付帯決議案を議題とし、採決を行います。本付帯決議案に賛成の方の挙手をお願いします。全会一致と認めます。よって、田名部君提出の付帯決議案は、全会一致をもって本委員会の決議,する決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、吉川農林水産大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。吉川農林水産大臣ただいまは法案を可決いただきありがとうございました。付帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長にご一任願いたいと存じますが、不意ございませんか。 ご異議ないと認め採用決定いたします本日はこれにて散会いたします